さあ、というわけで始まりました。10月28日時刻の方は22時18分52秒回りました。金曜日この時間は竹下ジェットステキでお付き合いください。よろしくお願いいたします。 MC 担当のマットジェットステキです。ウェイヤー。さあ、そしてこの方です。どうぞ。こんばんは、小鳥スカイタワーです。よろしくお願いします。スカイタワー高いところから見てます。よろしく。高いところからね。手は低い。そうね、うん、いやいや、ちょっとオープニングムービーちょっと見入ってしまいましたねいやいやいや、ありがとうございます。いやいやいや、オープニングムービー小鳥作ですからね。頑張った。頑張った。あんな風になったんですね。あんな風に、うん、あ、そうそうそう、そう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 、いいですね。うん、頑張りました。あれはもう、まああれはもうオープニングもうちょっとしたらまた改造しなきゃならないですけど、でもでもなんかあれですね、あれ残っててよく、あれ撮っときましょう、ちゃんとね。あれいい。そう、私あのショーク大好きなんですよ。あのショーク良かったでしょ。いいです。そう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 、そう、ということで、なんか言ってますよ、なんか何なんか、なんか今スタッフたちがなんか会話をしますけども、流行るあの V の一発目、何かこう頭の部分、何かがどうのこうのって言ってましたね。曲が早かったって。全然いつも通りですもう数えてますから1回目なのに。そうですよね。まあまあまあ2回目がありますから大丈夫だと思います。ないわ。というわけで、まあちょっと今日なんかいつもとちょっと違うんじゃねえの的な。ちょっとだからじゃないですよまあ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 、ちょっといつもと違うよ ね。あれっていう方もいらっしゃると思う。違うんじゃないかしら。今日はもう何を隠そう、年に一度の、去年もやりましたけども、竹下ジェット席ハロウィンスペシャルでございます。というわけで、お願いがあります。カメラさん、私の顔をアップで撮っていただけますでしょうか。あ、大変申し訳ございません。アップで抜いていただいたところでですね、私、先日ある番組を見ました。これパクってやろうと思いました。よっ、チースー太郎か。あ、これはあの、実はあの、恋愛応援バラエティの恋スキーでですね、はい、うん、あそこの、あの、MC のキノコがですね、うん、チースー太郎かこいつ、ずるいなと思いながらってな。それはね、キノコリンが言うから可愛いのよ。まあまあまあ、ちょっと、まあ、2部程度ちょっと負けたかな的なことがありますね。まあまあほとんどね、大張ったかなっていう感じがしますけど、まあでもあの今日はそんな感じで、ハロウィンの方をお送りしたいなと思っております。はい、さ あ, あ今日はですね、会場の方にぜひ仮装をしてですね、番組中にいらしていただければ、ね、そうですね、嬉しいかなと思います。もうすでにあのラメカの方がお客様で、いらしております。ちょっとパンしてみましょうか。会場の方ちょっとご案内してください。すでにハロウィンチックな感じのいでたちの方がもういらっしゃいますね。あー、なるほど。あ、本当だ、みんな気合い入ってますね。気合い入ってますね。お客さんだけじゃなくスタッフの機材とかもすごいんじゃないですか。はいはい、スタッフの機材もね、このカメラ、ハロウィンだけのためのこれカメラですね。ね、うん、これあの去年からこう出たハロウィン用のハロウィン仕様 SLTV カメラなんですけど、うんうん、レンズが目玉だっていうね、ちょっと怖いですね、グロい感じのね、うん、はい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 、あー、かわいいですね、みんな。いいですね。なんかタコがいるオレンジ色のタコがいるよ。そうですね。おー、なんかもうすごいことになってますね。今日なんかあれですか、ここに来るとなんかいいことあるんですか。例えばあるらしいよ。え、なんかもらえるの今日のね、うん、来てくれた人全員にもらえるものと、うん、今日はすごい、今
今日はすごい。今日はすごい。あれはすごいですよ。すごいあれ。あれはすごいですよ。すいません、マトさんのタイミングで言っていいかどうか。いや、まだ言わないけどね。まだ言わない。まだ言わないけど、うん、あれはすごいから来た方がいいよ。うん、本当来た方がいいですよ。本当に来た方がいい。言っとくけど。あ、そうだ、リツイートしとこう。さあ、というわけで、早速ですが、あ、なんか言ってますね。ディレクターシートの前に置いてあるお菓子のカゴをタッチで、お菓子がもらえますっていう。ディレクターが、真ん中で座ってる人ですね。あそこのところの、あれ、お菓子もらえるんですか、あれ。あ、ほんとだ、私ももらっとこう。俺ももらっとこう。もうね、みんなでね、お菓子に群がってね、こう。そうそう、あ、もらったもらった。ああ、もう煙もくもく出てますね。あれ、なんですか。あれ、お化け、お化け。お化けが出るんですか、あれ。なんかもう煙じゃなくて、白いお化けが。なるほど、なるほど、なるほど。もちろん、ハロウィンの、格好してない方でも全然 OK ですよ。大丈夫ですよ。全然。でもね、せっかくだからね。うん。なんか楽しみましょうよ。セカンドライフだし。ええ、ええ、ええ。ぜひこちらの方にいらっしゃいただいて、普段通りでも全く OK ですよ。よろしくお願いします。ね。そういうことで、私、ちょっと、リツイートしなきゃならなくて。早くしてきて。待ってね。今、急いでるから、俺。でも、今回、会場の方も、ご覧いただいて分かる通り、ちょっとカメラさん周りぐるっと見渡していただければ分かると思うんですけども、ハロウィン仕様のスタジオになってましてですね、私、毎回思うんですけども、ハロウィンっていうのは一年に一回なんで、この飾りも今日一度しか使えないんで、ぜひですね、皆さん来ていただきたい。すごいことになってますね。ねえ、もったいないね、一年に一回しか使わないなんて。もったいないよね。おまけにほら、ハロウィンって月末じゃないですか。そう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 。でも月変わったら雰囲気変わっちゃうんですよね。ねえ。なおさらなんか、ぶっつけてそのまま行こうなんてこと考えないじゃないですか。クリスマスって結構、クリスマス前、かなり前から結構クリスマス雰囲気って出してる。もうね、ハロウィン終わったらすぐクリスマスですよ、きっと。早いっすよ、それ。いや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 。もうちょっと認めたくないな。もう鈴の音が聞こえてきますよ。それは違う、幻聴だよ、幻聴。はい。現実逃避ね。そうですね。ということで、カメラも年1年、このスタジオも年1年ということで、この観客席の椅子も、今日だけっていう感じの、非常に燃費の悪い感じのやり方ですからね。これがでもあれですからね。いいところですからね。さあ、私、SLTV をツイートしようと思って、SLTV を探せないでいるのが、私、本当にいいんですけど、ちょっと待ってくださいよ。もう私リツイートしといたからいいですよ。え？いやいや、そういう問題じゃないよね。僕も。まあ、フォロワー数が違うって話、ね。いやいや、そういうわけじゃないんだけどね。あ、じゃあ、こっから行けばいいんだ。簡単だ。そうそうそう。ね、さっきちょっと、話をしてたんですけど。うん。SL の中ではハロウィンってやりますけど、あんまりリアルでやらないですよねって話をしてたんですけど。そうそうそう。個人的にハロウィン関係はなんか、やったりする？個人的にはやらないですね。さっきも話しましたけど、うん、この文明堂のかぼちゃカステラがちょっと気になったぐらい。それぐらいですよね。ね。美味しそうだった、ね。そんなかぼちゃカステラを夢見ながら番組を今年はお送りしましたけど、私は今日は、気になっているのはそこの後ろのリアカーを引いて。骸骨かですね。あれどこどこ？すっごい気になるの。あれ今カメラで映ってたじゃないですか。おお。うん。そうそう動いてます。ああ怖いわ。怖いんですよ。まあいろんなのがありますよね。さあというわけで、はい、今日もたっぷり楽しんでってください。それでは行きましょう。それではこの番組の提供です。この番組の提供はアズール。スイタホーリック、ジャバラエステート、シナミュージアム、グラスプ、月のワグマヘアスタイル、キャンディーネイル、萌え空海、ハゼラン、
ミスバーチャルワールドオーガニゼーション、ザ・ベストオブ SL マガジン、ディオーネファッションエージェンシー、エリア86、ビートックス、サイヤ、ギザクリエーションズ、ブリスクチュール、 SSOC、 以上の提供でお送りいたします。今日はハロウィン楽しんでねえや。さあハロウィンだから楽しまないと。今日ね、でもね、ハロウィンよりも大事なことがさっきあるって前説のと言ったじゃないですか。うん、今日はですね、1月28日なの、あ、いや、10月28日なわけですよ。あ、もしかしてあの話？あの話いいよ。ダメですよ何を言ってるんですか。あの話いいよ。もう今日、まあ時差を考えて100歩譲っても明日までですね。そうね、今あのマヤの暦、マヤ文明のあの暦がですね、はいはい、あの2012年でこう天変地異がいろんなことが起きたりとかして、はいはい、人類が滅亡する的な感じのことをこう、うん、予言してるわけですよ。そうですね。でマヤの暦ってバカにしたもんじゃなくて、いろんなことを最近のことを当ててたりとかするわけですよ、うんうん、でそれで2012年っていうのは、まあ、結構有名な話で映画とかにもなったりとかしましたけども、うんうんうん、今年に入りましてですね、それを研究してる皆さんがですね、ちょっとあれ計算間違いしちゃったかなと言い出したんですね。あれ2012年じゃなくて、あれどうも2011年みたいなんだよねと。迷惑な話ですよね。まあ本当ですよ、ええ、おまけにそれで2011年の10月28日だな、うん、これはみたいな、まあ、そんなことをね、そんなことを言いましてですね、うんうん、にわかにこう結構こうあちらこちらでなんか危ない危ないって言ってたんですよ。なんかね、今南フランスに人が押し寄せてるんですって。あ、そうすか。なんか一つの村だけ助かるっていう。いや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 、もう世界中からその村に人が集まっちゃって大変らしいですよ。それは大変だよね、その村も。うん、もう旅館とかもないわけでしょ。そんなにどういう村なんでしょうね。でもいいとこなんじゃないですか。どうなん、まあいいとこなんでしょうね。うん、まあでもそんな村に行かず、私たちはこうしてこう今番組をやってるわけですよね。番組僕もうこれ断ろうかなと思ったんですけど、本当は滅亡しちゃったら困るでしょ。運命共同体ですよ。まあ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 、だからある意味、まあ、今日から明日にかけてまたいでうち番組やるわけですから。そうです。まあ番組終わった頃までに何もなければいいなと。そしたらもうありがとうね、人類は滅亡しないみたいな感じで、ね胴上げですね。じゃあ胴上げですよ、本当に。おしょーい、一杯引っ掛けないとダメですよね。うん、そんなまあサブタイトル的なものもありますし、人類は滅亡するかみたいなね。そういうのを水曜日にやってくれない？いやいやいや、待って、あのね、ちょっとね、水曜日の相方がちょっとイギリスとかに行ってて、今ちょっとほら、うん、なかなか戻ってきてすぐだから、その辺の話してないね。詳しいトークとかできるじゃない。いやでもそうだけど、でも、うん、今日当日だからね当日だから今日やっぱりそういうところ触れないとさ、俺困るわけさ。わかった、うん、よろしくね、うん、はい。さあ、というわけで、ね、本編の方行きたいと思いますけども、はい、まず最初のコーナー行きましょう。こちらのコーナーでございます。最初のコーナーはこちら、竹下投稿団の投稿テーマを事前に発表して、楽しいハロウィンを過ごそうじゃないか的な感じに変えたさあ、というわけで、はい、ね、まあハロウィンだからといって別に特別にこのコーナーが変わるかするとそうでもないわけですよ。あ、ハロウィンらしいテーマが来るかなってちょっと予想してたんですけど、あのね、考えたんですけど、ね、ハロウィンらしいテーマって何だいって話ですよ。ええー、
かぼちゃ、あなたがした一番面白いいたずらは何みたいな。それね、前やったんですよ。あ、そうなんだ。俺もそれ考えたんですよ。え、何、そういやイビザさんのお手製の人間もか、ああ、そう飾ってますね、そうね、あの、そうそうそう、針がサクッと刺すやつですね。そうです、そうです。はいはい、あれに窓って書いてなくてよかったよ、本当に。まあ、ということで、ちょっとでも、こうひねりましてですね、まあ、ハロウィンって子供とかも大好きじゃないですか、子供が大好きっていうのもあるじゃないですか。まあね、子供のお祭りですよね。はい、ということでですね、まあまあまあ、まあ、振り返ってもよし、今でもよしなんですけど、ちょっとこんなテーマを掲げてみました。うん、というわけで本日の竹下投稿団のテーマはこちらでございます。こちらだ。あなたの大冒険。教えて。うん、すいません、ちょっとディレクターさんに言いたいんですけど、うん、どうしてテロップは私の大冒険って書いて、僕に着ているシートにはあなたの大冒険って書いてるんですか？最近このあなた私系よくなんか間違えますね。まあ私の大冒険でもいいです。はい。私の大冒険ね。通じる通じる。そうそうそう。要は皆さんの大冒険を教えてください。語ってもらいましょうよ。そうそうそう。ね。まあ大冒険って言っても、まあそんなね、大海原にとかそういう話じゃなくて全然いいんですよ。まあ、皆さんなりの大冒険で全然 OK。はいはい。そういう感じで今日はもうお送りしたいなと思ってますが、うん。まあ小さな天変地異が起きてて、今うちのスタッフが言ってますけどね。まあ余談ですけども、私今日朝大変でしたね。俺これって滅亡のなんか前兆じゃねえかと思ったことがありまして。え、何？会社に行ったんですよね。はいはい、はい、で会社に行って1時間ぐらいしてから僕トイレに行ったんですよ。はいはい。でトイレのこう洗面台っていうか手洗いの場所があって鏡があるじゃないですか。うん。鏡を見た瞬間にうわーと思ってすごいびっくりしたんですよね。そして超びっくりしたんですよ。何言ってもいい？怖がらない？え、後ろに何かとか。後ろじゃないんだよ。何？怖がらないでね。うん。鏡見たでしょ？見た。うわぁ！ネクタイしてない。超焦りました。後ろじゃなくてむしろ前ね。むしろ前、そしてむしろ首の下ですからね。あらネクタイしてない。え、どうしたのそれで。一日つけてなかったの。いや、それで、うん、ついほら10月に入ってクールビーズが終了したんですよ、うちの会社って。うんうんうん。だからそれまでネクタイしてなかったんで、ロッカーの中に予備も僕置いてなかったんですよ。あー、はいはい。なのでネクタイしてね、で誰も言わないんですよ。うん、誰も言わないんですよね。まあ、確かにうちのオフィスって半分はネクタイし半分はしてないような感じなんですよ。あ、はいはい。マドさんいつもしてるんですか？僕はいつもしてるんですけど、うんうん、だからなんか なんですか、今日この日やさぐれてるのかしらみたいな感じで、そういう感じ見れたんですよ。今日一日しなかったって本当に。でもまあまあわざわざね、なんか100均行って買ったりとか、なんかどっか行って買ったりするのもちょっと嫌だったので、まあいいやと思って、ね、まあどうせ一人クールビズだと思わせればいいかなって。もうクールビズもね、あ、すりましたよ。でもまあそんなのは全然大冒険とは関係ない話なんですけど。ドキッとしたね。大冒険したことありますか、私なりの。私も普通の会社員ですからね、大冒険っていう大冒険は。子供の頃でもいいですよ。はい、です。子供の頃は何でもいいですよ。子供の頃でも大人になってから。あ、ですね、はい、私会社自転車通勤なんですよ。え、今も？うん、デスクワークだからちょっと運動不足になっちゃうなと思って自転車で通ってるんですけど。へー、そうそう、うん、で会社からの帰り道ですね、うん、なんかふとなんかこう今日は近道して帰ろうかなと思って、
はいはいはい、うん、自転車でね、はいはい、道走ってて、でもそれまで今までずっと同じ道ばっかり走ってたから、近道とかしたことがなかったんです。なるほどね。そうだから今日は近道を探して帰ろうかなと思って、うんうん、私家の方向があっちだから、うんうん、この道を入れば家にたどり着くはずだと思って、はい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 、まあ、急に曲がったわけですよ、角を。曲がりました、曲がりました、進めど進めど、はいはいはい、ね、なんかどんどんなんとこう、なんかこう時代が昭和になっていくんですよね。ああ、ゴールデンの世界になっていくんですね。あれタイムスリップじゃないよなみたいな感じで。はいはいはい、はい、私横浜に住んでるんですけど。そんなに知らない街なんですか、そこって。いや、もう地元、ほぼ地元なんですけど。はあ。でもやっぱりこう行ってない。道を入っていくと結構古いお家とかがいっぱいあって。ああ、いいじゃないですか。うん、なんか次のこう小さな山の入り口みたいなところに来ちゃって。はい。あ、これまずいと思って。なんか山越えないとうち着かない気がして引き返そうと思ったんです。ただなんかもう暗くなっちゃってて、来た道がわからないと。あのさ、そこで、うん、子供か。子供じゃないか。私ね、自転車乗ってると無敵な気がしちゃうんですよ、ね。ああ、わかりました。どこにでも行ける。行けるっていうね、そうそうそう、気がしてきちゃうから。こう明かりがなくて道が見えなくて、はい、もう困って携帯の GPS を生まれて初めてそこで起動したの。通勤の中で、通勤の範囲の中でですか。通勤じゃない、あれは私にとっての大冒険だった。ちょ、まあまあまあ、だって、ね、見えない、今私はどこにいるのって。はい、そう、僕初めて聞きました、あの携帯の GPS を本当になんか自転車とかでわからないで使った人。もうこうだってここがどこだかわかんないんですもん。うんうん、ちゃんと帰る、あの GPS 働きました。働きました、働きました。とりあえず来た道を、はいはい、方角を戻りつつ、うん、まあ、夜遅くにお家に帰れましたよ。もうすごく疑問なんですけど、うん、近道しようと思って、うん、知らない道行くのはどうかと思います。うん、それはしないよね。でも。うん、まあ、どんな道も初めて通る時っていうのがあるわけじゃない。はいはいはい、まあ、今日はね、うん、探して帰ろうと思ったわけですよ。うんうんうん、うん、大失敗。もうそれから毎日同じ道帰ってますけど。ああ、それはでもあれですね、賢明ですね。でもちょっとその山に何があるのかっていうのちょっと、いやいやいや、でもだって暗くなってて、はいはいはい、怖いですもん。いや、だからここの明るいうちにそこの山に行って、その山が、山に一体何がいるのか。だってもう自転車降りないといけない感じ。いやいや、あ、だからこう、ね、自転車降りると私の無敵終わっちゃうから。いやいや、あのね、小鳥ちょっと違うのよ。うん、何、あなたはね、うん、そこに呼ばれたのよ。わかる、それ水曜日の方がいいんじゃないですか。水曜日とか関係ないし。だから、うん、そういうのももう行ったらとことん行きたくなるな、俺。とことん行きたくなる。なんかよく漫画とか小説とかだと、うん、タイムスリップしちゃったり。あとはそこの山にこう入っていったらね、妖精がいたり、山の妖精がいたり、ね。妖怪と会っちゃったりするんですよね。妖怪と会っちゃったりとかね。そうそう、うん。あとなんかこう、得体の知れないものと友達になるわけです、そこで。あー。そういうのがあったらよかったかもしれないですけどね。それ あると思うよ。行ってみたら。私霊感とか全然ないからな。え、霊感じゃなくてもなんかさ、うん、違う何かこう違う世界から来たなんかとかね。演出者？演出者とか、なんでそのなんでなんで、なんですぐ現実に戻そうとするかな。ハロウィンだぜ今日は。そうね、そうね。でもなんかそういうの僕はいいですね。でも好きだなぁ、そういうの。小さな山、小さな山とか。うん、小さな山が目の前にあったらとりあえずなんか何かがいるっていうふうに思っちゃうからさ。まあ、なんかはいるですよきっと、うん、動物なりなんなり。いやいや、そういうんじゃなくて、こうなんかなんていうの、ちょっとこうミステリアスな、うん、なんかがねいると思う。なるほどね。でもそれでもかなり大冒険ですね。そう、うん、わかりますよ。あとさんは？僕はですね、前に話したかもしれないですけど、うん、まず子供の頃なんですけど、はいはい、自転車で
みんな遊んでたんですよ結構。はいはい。とにかく何を思ったか分かんないけど、行けるとこまで行ってみようっていう。わかるわかる。それこそあれですよ、無敵ですよ。無敵、自転車乗ると無敵だよね。そうそうそう。それで俺たちの頃の子供の頃は、うん、あのこうちょうどなんていうの、乗るところとサドルの部分と、うん、ハンドルの間ぐらいにガチャガチャガチャっていう変速機がある、ギアチェンジの変速機があるんですよ。え、ん？あのね、これね、乗るところ、要するに普通チャリンコってほとんどあのサドルとはハンドルの間ってあの何もないでしょ。何もない。で昔俺たちぐらいの頃ってチャリンコってそこの間にこう一本バーが走っててハンドルが向かってそこに、え、何、そこにね、ここにギアチェンジをするこうハンドルがついてるんですよ。レバーが生えてるの。はい、あのシフトレバーの、そうそう、シフトレバーっぽいやつがね。でそれをガチャガチャってやると六段変速とかなるんですよ。今あのハンドル、ハンドルっていうか、そうそうそう、なんかもうそこにあるやつが今はこうちっちゃくお腹の前にあった、親指でクリッてやればできるでしょ、うんうんうん、違うんです。昔はもう本気でガチャガチャガチャってやるんですよかっこいいでみんなそういう自転車に乗ってたんですよ、うんうんうん、で僕の自転車は特にすごい自慢してたんですけど、うん、まず大事なのはね、俺たちの頃ってライトなんですよ。ライトライトが、それこそパチってボタンを押すと、なんていうの、カウンタックみたいにバゴンって、リトラコダブルライトってわかりますかね。カウンタックがわかんない。スーパーカーみたいな感じで。あ、はい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 、はい。上にパ、普段はこう、ライトが見えないんだけど、うん、パコンってこう、はい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 、上がって、ピカッて光るやつみたいな。そういうのがあるんですよ。で、俺のやつは4連だったんですよね。うんうんうん、で、おまけにその切り替えのやつが、車のマニュアルシフトみたいにこう、上下だけじゃなくてこう斜めに前にやったりとか、こう後ろにギアチェンジしたりとかってこうあるとカクンカクンできるんですよ、うん、でそれでみんなこう結構調子こいてた時代だったんで、うん、それこそ本当自転車乗ってればどこでも行けるぜみたいな感じだったんですよね、うん、で行ってみようと、うん、ですんごい遠くまで行っちゃって、はいはいはい、でもうそろそろ帰らなきゃならないっていうふうに思ったんだけど、うん、もう俺たちはもう行けるとこまで行ったから帰りのこと考えてないんだよね。そう、おまけに、うん、ヘロヘロなわけですうん、うん、だからもうそこでギブアップですよね。でも夜になっちゃって、うん、それで結局警察の交番うん、交番に行って電話を借りて、うん、家に電話をして、うん、それぞれ の家から迎えに来てもらって、それで車に自転車を積んですごかったですよ。車で1時間ぐらいってことでしたかね、行ったの本当に、うん、あ、でも私もさっきの話で、うん、交番があって、うん、親が迎えに来てくれるんだったらそれで帰ってた。あー、でもさ、うん、大人になってからじゃなかった僕、うん、子供の頃だからね。しかも疲れてじゃなくて、うん、ガチガチ迷子やばいよ。そうですね、まあ、僕の家を知ってる方はね、だいたいあっちの方かみたいな。僕はね、北に向かっていったんですよ。うん、うん、ひたすら北に向かっていったんですよね。うん。どっか目指すところとかなく？なくなくなく。うん、宗谷岬みたいな。だから、ほとんど、そんなんじゃなくて。うん、ちょっと言っていい？うん。俺んちから宗谷岬自転車ってたら、ほんと死ぬぜ。ほんとに。もう北海道っていう情報しかないから、そうね。適当に言った。そうそうそう。そんなに狭くないんだな。そうね。まあ、というわけで皆さんの大冒険をちょっと教えていただきたい。これ大人になってからでもいいですからね。ね。ぜひ教えていただきたいなと思うわけでございます。さあ、投稿ですけども、この番組の最中は至るところで、言えてね、至るところで、ご紹介したいなと思いますけども、はい、投稿の仕方でございます。まず、こちらの観覧席、スタジオの前の観覧席にいるあなた !You!
SLTV のスタッフがローカルチャットに投稿フォームの URL を貼り付けます。そちらの方をクリックして投稿してください。そして、この番組をユーストリームのチャットブースから見てるあなた、あなた、あのねあのね、いろんな外国語で言おうと思ったら言うしかわかんないから、こちらの方も SLTV のスタッフが、チャットブースの方に、投稿フォームの URL を貼り付けますので、そちらもクリックしてください。そして、この番組をウェブモニター、そしてオフィシャルサイトから見ているアナチャ、アナチャ、こちらの方はウェブモニターはモニターの中央を真下、オフィシャルサイトはモニターの右横にそれぞれメッセージというボタンがあります。こちらのボタンを押していただくと投稿フォームが開きますので、そちらの方から投稿してください。正しいバッと中途半端、その何やこそこそ言うの、なんでなんかバッバッとか言えばいいじゃない。あ、そうそう、匿名希望の方は必ず匿名希望と最初に書いていただかなければなりません。じゃないと名前読んでしまいますので、特に今日はハロウィンですから、ほとんど多分確実に読み倒すと思います、必ず匿名希望の場合は最初に匿名希望と書いてください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。というわけで本日の投稿テーマは私の大冒険、皆さんの投稿お待ちしております。よろしくね。というわけで、以上、トゲシャ投稿団の投稿テーマを発表するコーナーでした。ね、ねえ、はい、さあ、そしてですね、今日はちょっと特別なんですけども、はいはい、いつもとちょっと違うことをしたいと思います。お、通常であれば番組の後半にあります本日のラッキーパネル、はいはいはい、後半、番組後半でやるんですけども、そちらの方のですね、商品なんてご紹介しないんです、しませんね、正解が出てから紹介しますね、そうです、いつもはね。今回ですね、はい、発表させていただきます、事前に、はいはい、ということで、すいません、番組中に僕にメールを送るのはやめてくださいなるな、ならないようにしときなさい、はい、はい、おだけになったんですね、というわけで、番組の後半でありますラッキーパネルの景品を、それではこれからお見せしますからね、それではいきますよ、はい、こんな感じのプレゼントが今日はラッキーパネルで送られるんだよ。それでは行きましょう、こちらでございます、登場、いや、さあこちらでございます、来ましたよ、来たよおいおいおい、これはこれ見えますか、紹介しないとねこれ見えますか、これはもうびっくりでしょ、とうとう来ましたよ、ラッキーパネルでヘリ来ましたからね来ちゃい、さあこれもですね、これ普通のヘリでは実はございません、はい、これはですね、実は先日から新しく SLTV のおしゃれスポンサーになりました、SSOC さんからのこれご提供なんですけども、SLOC さんがですね、日本支社も務めています海外のミリタリーブランド、ザ・オメガ・コンサーンというジ・オメガ・コンサーン社ですね、まあ、こういうところがあるんですけど、ここのですね、メッシュなんですよ。メッシュヘリなんですよ。そうなんです。でもめちゃめちゃもう細かく作られてるんですよね。で、これはWAH64、これはもうアパッチですね。もう聞いたことある方もいらっしゃると思いますけど。はいはい。これ、おいくら万円だか知ってますか？お高いんでございましょう。これ、SL の中でですね、6000リンデンダラーでございます。豪華
だわ。おお、これ暇だね。細かくかっこよく作ってるんですよ。最新ですからね、メッシュ。もう最新です。うん。こんな、もう完璧なアパッチを僕は SL の中で見たことない。これはね、ぜひとも乗っていただきたい。気持ちいいでしょうね、これね、これね乗ったらね。これ、PV なんか流せないでしょ、これ。めちゃめちゃかっこいいから、僕 PV 見た時びっくりしましたもん、これ。あ、この間見せていただきましたね。はいはいはい、はい。でもやばかった。もうすごいっすよ。ね。というわけでですね、これぜひ手にしていただきたいなと。ということで今日の本日のラッキーパネルの景品はですね、ジオメガコンサン社のこのアパッチ、こちらの方がプレゼントされますので、ぜひ会社の方に、ね、来れる方はいらっしゃいください。アパッチだからといってですね、すごい難しい問題になるわけではないっていうのがまた SLT で言ってもね、ひねろよって感じですけど、ひねらないよ。そうですね、ということで今日はアパッチプレゼントしますからね、はい、またかっこいいですねこの絵面が、畜生、そんな感じで、後ほどラッキーパネルありますのでぜひこちらも見つけてください。よろしくお願いいたします。さあというわけで、それではこちらのコーナー行ってみましょう。オフィシャルスポンサーインフォメーション。さあそれでは行きましょう。まず最初のオフィシャルスポンサーはこちら、共同イベントになります。まずはこちらエリア86、そして ZOC、 SSOC とエリア86のコラボになります。さあというわけで、先ほどヘリーをプレゼントしてくれました SSOC とエリア86の共同イベントになりますけども、はい、それではよろしくお願いします。はい、本日はまず2つのオフィシャルスポンサーからの共同イベントについてご案内いたします。明日29日22時よりこのエリア 86SSOC の2つのグループのコラボコバルトブルーだよね、ごめんなさい、コラボレーションイベント東京ウィンドヒルシティザ・コンバットセッション SSOC with エリア86が、SSOC のバトルエリア東京ウィンドヒルシティにて開催されます、はい、この銃撃によるコンバットセッションを SLTV でも初の試みとして実況付き生中継を刊行いたします。はい、はい、このリアルな街並みの中をたくさんのシューターガンナーが駆け抜けたり、地下や建物内に潜んで狙ったり、うん、ヘリや戦車も出動して、うん、街のあちこちで戦闘や爆発が繰り広げられる、はい、それでここまでと思うようなスペクタクルな光景をお届けします。はい、はい、こちらのイベントは2つのグループのコンバットセッションですので、はい、対決ではなく混合でチームに分かれてのゲームになります。はい、はい、はい、中継の実況担当はマトさん、マトジェットシティと私、はい、コトリスカイタワーです。はい、その他 SLTV の番組 MC 陣が現場から生レポートをお届けする予定です。そうですね、どうぞ楽しみに。はい、はい、全番組 MC が今回、そうですね、あの人もあの人もあの人も、あの人もあの人もあの人もみんな MC じゃない人もいるんじゃない、 MC じゃない人も出てきますね、同じ人が現場レポートで入ります。楽しみにしていただきたい。楽しみですね。今後チームでバトルをするわけですよね。コンバットゲーム。そうなんですよ。うん。これはどんな風になるか非常に楽しみですけども、ね。まあとにかく今ここの、テロップに映ってますけども、街並みがですね、すごくこうよくできて。そう、リアルなんですよ。この街がもう戦場と化すわけですよ。すごかったですね。もう本当に戦場と化すわけですよ。ね。本当に戦場と化すわけですよ。普段はこうね、普通の平穏そうな街並みに見えるんですけれども、ね、あそこのコンビニ寄ってこうかなとか思うようなね、そんな普通の光景ですよ。それがもうね、コンビニ行くのも命がけですよね。そうですよ。本当SLTV 本当始まって以来なんですけども、
ちょっと殉職者が出るかもしれないです。話によるとピアコさんやる気満々だそうなので。え、ピアコさんやる気満々なんですか。ね、頑張ってくださいね。なぜそんな火がついたんでしょうね。すっごい、そんなやる気満々なんですか、ピアコさん。僕初めて今その話を聞いたんですけど、なんか頼もしいですね。この前の日曜日からすっごいやる気満々だったんですよ。サンデージャックでもしっかりここの説明してましたからね。うんうんうん、楽しみですね。やっぱり、剣術って言ったら、いや、剣術じゃないんだけどと。ピアコさん、剣術じゃないよ。剣じゃないよ。今回、剣銃の方だよっていう。そんな間違えるぐらい気合入ってましたから、もう、まあまあ、多分、相当気合入ってるんだろうなと思います。頑張るって言ってます。そうですね。はい。まさかピアコさん、拳銃とかライフルに向かって刀でかかっていこうとするわけでは、そんな気合は持たなくても大丈夫ですからね。石川五右衛門だ。そうそうそう。かっこいい。そこまでしなくてもいいですから。はい。というわけで、まあ、SLTV 総動員で、この、中継、東京ウィンドシティザ・コンバットセッション SSOC ウィズエリア中こちらの方に特番ありますので、はい、ぜひ見ていただきたいな、見てください、はい、思うわけですけど、すごかったですよねこの間。まあ詳しいことは言えないですけどね。そう、詳しいことは言えないんですよ。詳しいことは言えないけど、そう、あれはすごかったですね。なんか別のゲームみたいでしたね。ね、よくあそこまで作ってるよね。本当にね。ちょっと感心してしまいますけど、うん。とにかく皆さんお楽しみにということで、ぜひモニターの方で見ていただければ、テレビの方で見ていただければいいかなと思います。そうですね。はい。さあそして。はい、続きましてもう一つエリア86からのイベントのお知らせです。はい、こちらはあさって10月30日日曜日。うん、22時より、エリア86の定例フラッグ戦が、うん、エリア 86MSIM にて開催されます。うんうん、エリア 86MSIM の地上コンバットエリアでのフラッグ戦は、うん、SIM 改装期間に伴ってしばらくお休みになっていたので、はい、久しぶりの復活ということになりますね。うんうん、はい、現地に立てられた旗を取り合うこのフラッグ戦、はい、今回は2種類の競技が予定されております。うんうんうん、一つは、コンバットエリア内中央タワーに建てられた旗を全員で目指す BR 戦と呼ばれるスタイル、はいはい、もう一つは、ランダムなチーム分けをしてから相手チームの旗を目指すチームフラッグです。はいはいはい、はい、こちらのイベントは一般参加 OK、うん、エリア86でのバトルルール仕様を把握してプレイ可能な方ならご参加いただけます。なるほどね。はい、2つのスタイルの競技は集まった人数次第ですが、2戦ないし3戦を予定しているそうです。はい、集合時間は21時半からです。うんうんうん、開始時間の22時は厳守となりますので、開始時間を超えてからの集合はどうぞご遠慮ください。うん、集合場所はエリア 86MSIM の到着地点から螺旋階段を下った待機所になります。なるほどね。はい、これはまた違った思考の面白いですね。ね。フラッグ戦ですか。フラッグ戦です。はいはい。なんかこう、あれですね。こういうのが、僕も武器持ってるんですよ、いっぱい。持ってそうですね。持ってるんですけど。うん。こういうのやったことないんですよね。学校から入ったまま入りっぱなしっていう感じですよね。格好で終わりっていう感じ。僕自慢じゃないですけど、うん、以前自宅に、はいはい、あれ何メートルぐらいかな、5、60メートルの射撃場があったんですよ。本当の射撃場が。自宅に5、60メートルの射撃場があった、うん、SL で。あ、なんだ。あのね、ちょっと言っていい？リアルの家で射撃場があったら、それ、違法でしょ？今ね、北海道すごいなと思った。さすが北海道、広いなと思った。まあ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 、うん、リアルではまあまああれですけどね、うん、射撃場はないけど、うん、
まあ、一応家の敷地内は一応あるんですよね、まあ、戦車で移動ですけどね。食いつけよ。まあ、SL でですか。 SL で、まあ、ちなみにさらにその前にも出ますけども、うん、僕武器いっぱい持ってるっていうのも SL での話。大丈夫大丈夫。なんでそこから行っていきなりリアルに結びつけるからすごいって言ってる。だから想像しちゃった。本当にね、自宅自宅って SL の自宅ですよ。はいはいはい、いいですか、大丈夫ですか、間違ってない、大丈夫大丈夫、うん、混同しちゃダメですよ。はい、はい、リアルの時はリアルでって言いますから。うん、とりあえず SL での話ですね。こういうなんかルールにのっとってやるのはいいかもしれないですね。うん、なんか殺し合いとかじゃなくて、うん、なんか倒し合いとかじゃなくて、こうフラッグ戦、そうそう、なんかみんなで体育祭みたいじゃないですか。そう、いいですね。ね、うん、SLDB のスタッフと打ち合ってても死なないんで。最後はね、本当にね、泥沼の状態になって終わるんですよ。ボッコボコでね、本当にもう収拾つかなくなって、誰かが切れないとやめないっていうね、すごい状態です本当。最近やってないんですけど、忙しいから、ね、前はよくやってましたね。いいじゃないですか。そういう剣術は小鳥やるじゃないですか。まあちょっとかじりましたね、まあ、かじったというか、うん、舐めったというかね、うんうん、そういう銃器関係はどうなんですか。全くですね、持ってないですよ。あー、これぜひやってみたらどうですか。ちょっとね、気になってるんですよね。やりましょう。うん、 SLTV のなんかこうチームかなんか作って。SLTV なんか似てるから名前こうサッとかなんかにして。はいはいはい、なんかこうチームを作って、ガガガガガン、そう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 、はいはいはい、クリアとか言ってね。やりましょうよ。それ言いたいだけだよ、ね、言いたい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 です。JJ、そう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 、どうした JJ、 誰だ JJ って言ったら。そうそう、コードネーム、コードネーム JJ はですよ。 JJ だと変ですからね。 JJ、 JJ、 まあでもそういうこうなんかストーリー性があってやってみてもいいかもしれないですね。そうですね、はい、そんなことをちょっと思いながらで、今回一般参加も OK なのでということで、そうなんです、うん、ぜひ行ってみてほしいですね。はい、うん、あれ小鳥さんちょっとあーちょっと待ってあー OK です。はい、というわけで、SSOC とまずはエリア86の共同イベント、こちらの方が明日ですね。明日。共同イベントがそうですね。明日ですね。はい。はい、明日、22時より、はい、こちらの方があります。そして、明後日、日曜日になります。はい、日曜日の方はエリア86でフラッグ戦が10月30日の日曜日22時から、これほども22時ですね。ありますので、ぜひ行ってみてください。まあ、こちらのエリア86の方のフラッグ戦に関しましては、皆さんも参加できるということなので、これを機会にぜひ、ちょっとね、行ってみると、ああ、こういうもんかってわかると思いました。よろしいんじゃないでしょうか。はい。というわけで、以上ですね。以上。はい、エリア86、そして SSOC からのお知らせでした。ありがとうございました。ありがとうございました。こういうのをやっぱりやってるとだんだん楽しくなって、こういうのに気合が入ってくるんでしょうね。そうですね。格好だけじゃなくてね。うん。俺、打つ方自信あるんだよな、ちょっと。射撃結構自信ある。射撃ね、リアルでも自信がある。本当に？本当本当。ゲーセンとかあるじゃないですか。あー、はい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 。ゲーセンの射撃のゲーム、超うまいですよ、僕。ガンシューティングゲーム、ね。それしかやらないですよ、だから。私もあれは得意ですよ。マジっすか？うん。この間ね、話していい？いいですよ。ディズニーランドに友達3人で行ったんですよ。はい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 。で、ディズニーランドに、なんか、シューティングゲームみたいなのがあって、はい、こうジェットコースターじゃないんですけど、うん、こうゆっくりした乗り物に乗って、うん、こう的を打っていくゲーム、はいはい、アトラクションがあるんですね、うん、
で友達と第3人一緒に乗りました、うん、で1人みんな女の子なんですけど1人の子は、まあ、7000点、うん、もう1人の子は2万点、うん、私だけ4万点でした。なんだよその段違いの差は何それ。そうだから、ね、何なの、なんか点数表示があったみたいなんですけど、うん、私なんか終わるまでそれ見てなくて、うん、もう必死でバン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 打ってたら、そう最後笑っちゃった。本気すぎ本気すぎ、もうなんか鬼の形相でやってたんじゃないの。もうね勝負だからディズニーランドとはいえね、うん、負けるわけにはいかないわけですよ。なんかちょっとあれだな、考えちゃうなそういうのって。例えばさ、うん、それってさ、まあ、女の子3人だからいいっすよ、うん、例えばデートとかで行ったとかするじゃないですか。あ、もうその時は打たない、うん、いやいや違うでしょ、その時じゃないちょっとこれやろうぜとか言ってこうやって、うんうん、バンバンバンとか言って、普通の女の子だったらなんか全然当たらないとか言ってるんだけど、うん、なんかもうガンガン打って、どうしたジェジェとか言ってるんでしょイヤーっていうアトラクションですね。はいはいはい、はい、うん、すごいね。そうそう、なんかちょっと今一瞬血が騒いだわ勝負しますか。ちょっと今度やりますか。いいですよ、ガンガン。まあルールとしてはですね、ん、どっちかがごめんなさいって言いましたやりますか。なんかね、ええ、マトさん、シムボールとかもそうですよ。はいはいはい。僕、ごめんなさいって言うまでやりますよ。すっきりするまでやるでしょ。あれね、やっぱりすっきりしないとダメよね。下手になんかね、もう、すっげえ上手い人とかとやると、ストレス溜まるでしょ。うん。あれやばいよ、ね。そういうこと言っていいのかわかんないけど。いや、溜まるでしょ、正直言って。まあね、うん。溜まるでしょ。うんうん。そういうのやっぱりね。難しいね、まあ、付き合わされる心選手とかもね、はいはいはい、かわいそうですよ。もう大して変わりませんからね。うちの、サイヤーのメンバーとかは大体あれですよ、なんかこう負けたりとかするともうなんかすごい本気意地になって、なんかもうなんかもう一回とか言ってますからね。まあまあその熱意がね、うん、いいわけですよ。まあそうですね、はい、マトさんと打ち合いしても途中で動かなくなるからな。まあその寝落ちですけどねやりすぎ、なんか夜中とかから始まって朝方とかまで打ち合ってる時ありますからね。ね、まあそんなことばっかりやってるわけじゃないんですけど。さあそれでは、はい、次のブランド行ってみましょう。続きましてこちらでございます。はい、続きましてはこちら、キャンディーネイルからのお知らせです。さあそれでは行きましょう。キャンディーネイルからのお知らせです。よろしく。はい、キャンディーネイルから今年もハロウィンネイル登場のお知らせです。お、今年のハロウィンネイルはこちら、うん、その名もハロウィンです、うん、リアルでもネイリストさんでいらっしゃるオーナーのペシさんが、うん、リアルで作ったハロウィンのサンプルネイルを SL でも再現してくださいました。ほう、はい、黒とかぼちゃ色、うん、紫のフレンチにして、そこにクモの巣やコウモリなどのハロウィンモチーフとビジューをキラキラあしらった可愛いロングネイルです。すごいですね。はい、こちらはグループ限定ラッキーボードによる配布限定になっております。はい、ラッキーボード設置場所はキャンディーネイル本店の西側、テレポート地点から本店の建物に背を向けると見える特別設営のハロウィンハウスの中になっています。はあはあ、はい、ハロウィン気分満点のお家の中の暖炉の上が今回のラッキーボード設置場所です。うんうんうん、他にも去年までのハロウィンネイルなどが置かれています。うん、はい、ラッキーボードの隣には今回のネイルのモデルになりましたリアルのネイルの写真も飾られています。おお、はい、ぜひ遊びに行ってみてくださいね。この手は誰の手だ、誰の手だ。うん、ペシュさんですかね。一度僕もリアルペシュさんね、言ってましたね。見たことありますけど、はい、相当綺麗な手ですからね。ね、うん、手が綺麗な人っていいですね。
あー、わかる。憧れませんか？憧れる。っていうか、まあ、小鳥も手が綺麗なんでしょうけどね。私ね、はい、まあ、以前、シラウオの手と申しましたが、あのね、自分から半笑いで言うのやめなさいよ、また。自転車通勤って言っちゃったから、うん、白くないのはバレバレだよね。ああ、まあ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 、ね。焼けちゃってるんですよ、ちょっと、ね。いや、いいじゃないですか。健康的な点。今の写真が、それがリアルの写真なわけ？ほとんど同じじゃないですか。すごいね。うん。あ、これ？へー、これがリアルなんですね。これリアルでしょ。これリアル、そしてこっち、これか、これなんだって。これリアル、そしてこっち SL ですよ。え、あ、すごい。うおー、あ、言われるまでわからなかった。わからなかったね。自分で説明してもわからなかった。へー、へー、すごいですね。ね、いや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 、さすがですね。うん。さすがペチさん。さすがですね。いいと思います。ね、ラッキーボード？ラッキーボード。ラッキーボード。たまにラッキーパネルって言っちゃう。まあまあラッキーパネルで。ラッキーパネル、ラッキーボードですね。そうそうそう。はいはいはい。グループ限定ですか、ね。グループ限定ですからね。グループ入ってね。入って。もらいに行ってください。割とすんなりもらえるんでしょ、これ。そうです。何分なんでしょうね。うん、まあまあ、待ちますよ。うんうん。ね。紫の方も可愛いですね。そうですね。ほんとそう思いますね。うん、これもう、グループの方であればもう、ラッキーボードでもらえるわけですから。ねえ。まあ言うなればもうお金かかりませんからね。もらっていただきたいなと思いますけど。あ、4分だそうですよ。4分ですか？4分間隔で待ってるそうなので、きっと、はい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 、うん、行って待ってば出てくるじゃないかな。ああ、なるほどね。ね。あ、でもこれもう、すぐもう、じゃあ4分待ってね、こう、何回かしらもらえると思います。うん。ぜひ行ってみてください。はい。というわけで、キャンディーネイルからはハロウィンネイル、グループのラッキーボードでの配布になりますから、ぜひ行ってみてください。以上、キャンディーネルからのお知らせでした。ありがとうございました。なんか、あれですね。いいですね、こういうのはね。そうそうそう。なんか、こう、ハテナも出るから、はいはいはい、結構割とすぐもらえるかもって言ってますよ。そうですね。ちょ、ね。もらえると思いますんで。ハテナって誰でももらえるって言うでしょ。そうそうそう、誰でももらえる。わかりました。さあ、それでは、こちらのコーナーに行ってみましょう。じゃあ、竹下投稿団。さあ、というわけで、竹下投稿団です。小鳥が何か落とした、の合図に始まっていきますけども。ごめん。本日の投稿テーマは私の大冒険ということで、皆様方の大冒険投稿の方でお待ちしております。よろしくお願いします。ご紹介していきましょう、はい、まずこちらの方から、投稿ネーム帰国したミゲルよりということでですね、ミゲル君からいただきました。男子セカンドライフユーザーの方です。ありがとうございます。ありがとうございます。マトさん、小鳥さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。あなたの心の中のミゲルです。名前はもう忘れてください。しくしく、なんだよ、名前はもう忘れてください。まあいいですけど、はいはい、そろそろ僕はポルトガルに帰ろうと思います。お母さんに内緒で日本に来ていることがバレてしまいました。ごめんなさい。そうだったんだ。そうですね。で、大冒険といえば初めての経験ですよね。おお、なるほど、なるほどね。うん、お二人もきっと経験しましたよね。うん、まあ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 経験よね。まあね、まあまあ経験します。そんな大冒険を初めて終えた後って感動的ですよね。まあね、まあまあまあ、そうね、まあまあ感動、まあ感動っていうかね、まあ、ああ、こんなもんかみたいなね。まあそうね、これ、
これで俺もみたいな感じだよね。そうね。そう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 。僕はある意味違う意味で泣きましたが、そんな時はやっぱり僕を、そんな時やっぱり僕を助けてくれたのはティッシュです。うん、また来た。まあいいんですけど。はいはい。さて、そんなティッシュが何枚も欲しくなる出来事が SL でも明日行われるのを皆さんご存知ですか？はあはあ。何でしょうね。何しろ？ハロウィン特番の今日、皆様方の後ろで何かが起こるかもしれませんよ。では、皆様方の後ろっていうのは、私たち向かっ、向かいですかね。お客様のいる方ですか？お客様の後ろですかね。そういうことですか？後ろに何かが起こってるんですか？いや、何も起こってないですよね。まあね。特に何っていうことも起こってないですよね。はい。いや、何も起こってないですよ。まあ、気のせいでしょうね。何も起こってないみたいですかね。そうですね。まあ、問題なく番組も進む、つがなく進んでおりますが。はい。何かあったんですかね。ねえ、悲しい出来事があったんですかね。わからないですね。なんだったんですか、この、悲しい、涙が出てしまうような何かが出来事がっていうふうになってますけどね。まあ、何もないみたいですね。ミゲルさんといえば、召集歴の方ですけれども。そうですね。ねえ。ちょっと待ってください。うん。あれ、マジで怖いんですけど、上にあるの。え？何？どれ？あれって今、うちの何？あれですか？オブジェクトですか？今映ったの。え？今、モニター見ました？見てない。あれって仕込み？今の。あれ仕込みでしょ？あれは仕込みだよね。え、今モニター見た？見てない、見てない、見てない。モニター見てないの？顔？顔。あれって仕込みでしょ？え、いるんじゃないですか？いやいや、見えなかった今。見えてない。私は見えてない。え、モニター見てた今。もう今見てますけど、見えてないですよ。いやいや、今は俺も見えてないけど。うん。え、あれ出たり消えたりするんじゃないの？もう出てきてもいいんじゃないの？さっきなんであれだけ、あそこだけ映ってたの？あ、来た！ほら。うわっ！怖っ！あ、仕込みだね。びっくりしたー。怖い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 。怖いわ。誰？怖いよ。いやー、焦りましたね。まあまあでも、このことじゃないと思いますけどね。まあ、ミゲルさんとは関係なく、昨日、おこげさんが設置してくださったそうなんですけども。そうですね。はいはい。はい。合わせたわ。というわけで、じゃあ、次行きますか。次行きましょうか。これでも、まあ、ティッシュの話は膨らまないです。まあ、僕たち膨らましてもいいけども、まあ、いろいろね、小鳥的にも問題あるでしょうしね、キャラ的にね。ティッシュっていうと、花粉症しかね。ああ、はあはあはあ。うん。まあ、僕たち男の人たちはね、やっぱり。違うんですけどね。まあね、いろいろあるんですけど。もう真っ向正面から下ネタ振ってったら後でもう本当にぶち殺されますからね。まあね。ね。お乳の銃でね。お乳の銃で。まあまあそういう感じですよ。ティッシュで血を拭けみたいなね。まあそうですね。はい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 、はい、じゃあということで、まあミゲルさん、なんか悲しい出来事があったのかもしれませんけども、明日はSLで何が行われるかですよね。なんでしょうね。情報の方をお待ちしますので、ね、詳しいこと、詳しいことお聞かせください。はい、さあ続きましてこちらの投稿行ってみたいと思います。よいしょ、はい、この方行きましょうか。
投稿ネームきのこさんからいただきました。女子ユーストリーム、セカンドレフユーザーの方がいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんばんは。チースータロカあのきのこです。きのこりーん、はい、はい。私の大冒険は今度します。あ、これからってことですね。はいはい、びっくりしました、うんうん。9月あたりからふつふつと山陰地方に行きたい熱が出ていまして、あ、山陰地方に行きたいんだ、はいはいはい。その後しばらくはそんなことも忘れて落ち着いていましたのですが、はい、その山陰熱が再加熱しまして、うん、一人旅をすることにしました。ウェイということで、一人旅するんだってよ。大丈夫キノコリン。大丈夫でしょ。大丈夫じゃない、だって女性の一人旅ですよ。いやいや大丈夫ですよ、きっと大丈夫ですよ、はい。まあ、しっかりしてますからね彼女ね。しっかりしてますから、はい、うん。でですね、旅行には行きたいけど一人で行くのは怖いなぁと思ってたんですが、うんうんうん、周りの人とスケジュールが合わず、うん、そんな予定が合うのを待ってたら月日ばっかり経ってしまう。思い立ったが吉日行ってやれだということで、一人で行くことにしました。えへんということね。いざ一人旅に出ることを決めたら山陰以外にも行きたいところが出てきて、島根行って鳥取に足突っ込んで神戸も行きたいしとかいろいろ考えています。妄想しています。はい、妄想だけでご飯 4,5 杯いけそうです。とかね。おお、すごいですね。とか言って、妄想だけで満足して行動できなくなったら恥ずかしいので、テンションを保ちたいです。行くぞー、待っとけよー、島根県。以上、お菓子も欲しい、いたずらもしたい、キノコでした。ということでね。これは冒険ですね。ね、初めての一人旅でしょ。いいですね。一人旅したことあります？ないです、ないです。一人旅あるんですけど。そんなに激しくない、うん。どの辺に行ったんですか？僕が一人で行ったのは、うん、僕は北海道の中なんですけど、うん、ちょっと東側上の方。うん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 。車なんですね、僕行ったのは。あ、なるほど。車で走りたくなる時があるんですよ。まああるでしょうね。うん。あとね、失恋したときに行きましたね。はいはい、そういうのないです。失恋ね、うん。すっぱり忘れちゃうんで、そういう。すっぱり忘れられるのはすごいですよね。はい、もう忘れた、みたいな。マジだよ。うん。ぐずぐずですよ、俺。もうなかったことに自分の中でもなっちゃうから。全然グズグズ、うん、そんななかったことなんかならないし、グズグズはしますけど、うん、ね、時間が経てば。女の人の方がわりかしさっぱりしちゃってるのかもしれないですよね。あれ小鳥何型でしたっけ？ B 型。あ、もうそしたらもうすっぱりですね。そうなんですか？ B 型の人はね、すっぱりなんです。知ってるんです僕。なんか嫌だわ。なんで知ってるんです。なんか知ってる顔されるの嫌だわ。知ってるんです、B 型の。B 型詳しいんです、僕。なんか言ってますね、B 型の女性に運がないって言ってますね、よくね。運がないって言うと、コテンパンにされるんですよ。コテンパンにされる。まあ、私は大丈夫ですよ。まあまあ、でも。まあ、MC としてね。まあまあ、でも、うん、まあ、B 型ですからね。うん。でも、あれでしょ？そんなにだから引きずらないっていうか、自分の中でこうスイッチ切り替わっちゃったらもう完全に切り替わるでしょ。なんかね、ずるずる引っ張ってる自分が嫌なの、うん、はい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 。だからもう連絡先とかも全部デリートですよ。あ、出た出た。それすごいですね。なかったことに。もうそれができないです、まず。あー、なんかでもアドレス帳に残ってるの嫌じゃないですか。
まあまあ、やじゃ、や、なんかあったらみたいな感じで。なんもない。あれね、なんもないんですけど、なんかあったらとかって、男はほんとバカですね。何もないんですけどね。うん。私前の時、携帯ごと変えましたもん。なんかもうメールとかも全部、なんかこう消すの嫌で。未練とかでもないんですね。ないんだから、断ち切る、断ち切る。すごいですね、これ。そうなんですよね。よりを戻すことって絶対ないとかって言いますよね。ない。なんかより戻したりとか、なんか一回別れて付き合ったりとかしたことないですよ。あー、うん。あるけど。あるんじゃねえかよ。あるじゃん。なんだっけ。あるけど、やっぱりすっぱり、切って、またゼロからのスタートですよ。うん、はいはいはい。すぐには付き合わないですよ、そんな。まあまあまあね。うん。でもあったんですね。まあ、ありましたね。また別れちゃったわけですよ、それ。うん。それ、どれぐらい続いたんですか。それはね、2年ぐらいかな。あ、でも別れてまた戻よりを戻して2年続いちゃったんですか。あ、うん、うん、ね。は？なんあのね、うん、境界線がちょっと難しい。はいはいはい、はい、うん。まあまあそういうことですよ。あはは、ね、まあちなみに最後の方だけ聞きたいんですけど、よ、うん、りを戻してどれぐらい続いたんですか。よりを戻して、うん。1年待たなかったかもしれない。1年戻なかったんですか。うん、あはは。じゃあトータル2年だったんですね、さっき言った話で。そうね、1年付き合って途中で別れて、またその後よりも1年で終わったわけですね。そうね、余白含んで2年ぐらいかな。なるほど。はい、はい、すごい微妙だよね、なんかね、うん、まあいいでしょ、こんな話じゃないよ。まあまあ、大冒険の話よ、はい。ということでまだまだ皆さんの大冒険お待ちしますので、よろしくお願いいたします。スタッフからの大冒険でもいいですね。はい、よろしくお願いします。さあ、というわけで、それではおしゃれスポンサーの方に戻りましょう。さあ、続きましておしゃれスポンサーインフォメーション、こちらになります。ジャバラエステート不動産情報。恋愛は冒険だ、確かにそうかも。名言かも。これ恋愛だったら大冒険相当してる。私冒険できないわ。すごい冒険してる。私待つタイプです。マジで。でもね、うん、言えないのが悔しい。他に言えないのが悔しい。自分でもね。そうそうそう、うん、そんなことまでとかっていうところまでありましたけど、言えないのはちょっと悔しいですね。まあ、法に触れなければいいですよ。まあ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 ね、法に触れなければね。まあまあ。大丈夫か。嫌ですよ、なんかこう身内から。それ大丈夫ですよ。お腹出たら。もうもう、時効です。まあまあ、行きましょうか。さあ、それでは、ジャバラエステート不動産情報よろしくお願いします。はい、ジャバラエステートから今週はジャバラリゾートの空き情報のご案内です、はい。ワンコインでリゾートを満喫できるジャバラリゾート、うん、メインランドにありリンデンと海につながっているので、クルーズに出かけたりのんびりと釣りをしてみたりと海での遊びを楽しめます、うん。建物付きですぐに住むことができまして、うん、周りは日本人ユーザーなので SL で初めてのお家としておすすめの物件です。うんうんうん。またセカンドハウスにも向いてますので、ぜひこの機会に検討してみてください。はい、はい、数字のあるところが現在の空き区画です。広さとプリムは1区画512平米、うん、117プリム、うん、価格は1ヶ月分の支払いが月額500円、うん、リンデンドル場合の場合は、うん、1250リンデンドル、うん、初期手数料は1ヶ月分となります。はい、また3ヶ月以上の契約ですと初期費用も含めて 10% オフとなります。はい、はい、住居につきましては建築家ボルさん作の40プリム程度の建物があらかじめ用意されております。はいはい、この建物のプリム分も117プリムの中に含まれます。うん、もちろん自分で好みの建物を建てることもできますが、
その場合は海沿いのリゾート地というコンセプトに沿ったものとしまして、うん、建築家ポルさんに一度見ていただく場合がありますので、はいはい、よろしくお願いいたします。なるほど、ね。はい、またプライベートシムのように土地の編集はできませんので、こちらも合わせてご了承ください、うんうん、もちろん恒例の SLTV 特典もあります。はいはいはい、ご契約時に SLTV で見ましたと言っていただきますと、賃料1ヶ月分の初期手数料が免除になります、うん、こちらの特典も活用してみてくださいね。そうですね、はい、さらにすいません、さらに今月は1ヶ月分の賃料が無料となるメルマガ1周年記念キャンペーン期間中ですので、うん、SLTV 特典と併用しますと、初期費用プラス賃料1ヶ月分の合計2ヶ月分の賃料に相当する金額が無料となりまして大変お得です、うん、はいはいはい、こちらのキャンペーン、ジャバラリゾート以外のジャバラエステートの物件、うん、ジャバラランドシム、4分の1シム、ホームステッドシムのレンタルの際にももちろん適用できます、うんうんうん、はい、ただし4分の1シムとホームステッドシムについては、金額が大きいということもありますので、6ヶ月以上の契約をされた方に適用となりますので、あらかじめご了承ください、うんうん、10月末まで、つまりこの週末と月曜日までのキャンペーンですので、どうぞこの機会をお見逃しなく。なるほどね、はい、レンタルについてのお問い合わせは、うん、ジャバラジャニングスさんまでお願いします、うんうん、これは本当にもうお買い得とか、お借り得、お借り得ですね、うん、もうすぐ終わっちゃうんですね。そうなんですよ、メルマガキャンペーン。そうです、もうすぐ終わっちゃいますよ。でもね、ジャバラリゾート、ジャバラエステートの情報に関してはもうこれプリム的にもかなりいい感じのプリムですからね。ね、はい、たっぷりプリムですからねたっぷりプリムですよ。そうですよ、下手したらたっぷりプリプリプリムですからね。たっぷりプリプリプリムですよ、はい、ということで、うん、ぜひこちらの方ですねはい、ご検討いただいて。そうですね、急げですよ。もうこの1ヶ月ね、たっぷりこういろんな方も、まあ、僕も利用させてもらいましたし、うん、ぜひこの残り少ない日にちでね、いい感じの、お買い物をしてみてはいかがでしょうかね。はい、ということで、もう月曜日までですね。そうですね、今月31日が月曜日ですので。そうですよね、月曜日までです。はい、超お得ですから。そうですよ、もう大きいところ書いたら運万円がもう割引になっちゃうわけですから、ね、うん、日本円運万円ですよ。お得ですね、太っ腹だ、はい、うん、うん、ということでぜひこちらの方ご活用ください。ということで以上、ジャバラエステートの不動産情報でした。ありがとうございました。ありがとうございました。やっぱりこう大事ですよ、SL の中で土地を借りてっていうのは、ね、楽しみな一つですからね、はい、最近あのボルさんが、建築家のボルさんがあの、うん、ちょっといろいろとメッセージをくれたりとかして。あ、そうなんですね。そうそうそう、いい方ですね、あの方ね、ボルさんね。ボルさん本当にもうね、落ち着いた、そうそうそうね、方で素敵な方ですよね。うん、本当そうです、うん、うん、ということで、さあそれでは続きましてこちらのスポンサーからの情報でございます。続きましてはこちら、サイヤ。さあそれでは、シンボーダーズインテグレートアソシエーションサイヤからのお知らせになります。よろしく。はい、サイヤからは、先週行われました J ボールサードラウンドの結果と、はい、あさって日曜日開催のハロウィンパーティーのお知らせです。はい、はい、8月にスタートしました J ボールも早くも第3ラウンドになりました、はい、今まで最多の7チームがエントリーしての激戦を制したのは、ロッカーズの皆さんでした。ロッカーズおめでとうございます。はい、ロッカーズは12月のグランドチャンピオン戦出場決定となりました、うん、
残りの6チームにもまだ来月11月26日開催の第4ラウンドでのチャンスがあります、うんはい、グランドチャンピオン戦は12月10日開催予定です、はい、はい、どうぞお楽しみに。そうですね、そして今週末日曜日22時半から、うん、いつもゲームのためにスクリプト数やレンダリングコストを気にしているシムボールプレイヤーですが、うん、たまには無礼講で、うん、この日ばかりはスクリプトやコストを気にしないで仮装で遊びましょうということで、うん、ああいいですね、ハロウィンコスチュームでゲームをしたり踊ったり、ベストドレッサー賞や参加賞などもご用意する予定です。はい、ちょっと待ってください。このポスター不思議なポスターですね。そう、可愛いじゃないですか。シューボールと何も関係がないポスターのように思うんですけど。いやいや、このさ、サイヤーのロゴがちゃんと入ってるし。はあ、はあははあ、何加えてんじゃんみたいな感じです。まあ、サイヤー事務方の心選手ですよね。まあ、ね、はい、はい、はい。まあ、今日は、今回は露出が少ないもんですね。はいはい、うんうん。ということで。何でしたっけ。あ、そう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 、あ、喋っていいんですか、これ。うん、どうぞ。いいんですよね。最初の話に行っちゃっていいですか。これ今途中でした、ひょっとして。うん、遊びに来てくださいね。で、いいですよね。はい。あの、J ボールの話なんですけど。はいはいはい。もうね、ロッカーズ強かった。ロッカーズと当たっちゃったんですよね。ロッカーズとね、しょっぱな当たったんですよ。ロッカーズって海外チームですから、うん、あのマトさん率いるフーガですね。そうです、まあ、あなたもフーガですけど、うん、私いなかった。あなたディズニーランド行ってたから。あなたディズニーランドだよ、なんてね、うん、嘘だっけ。ディズニーランドじゃなかったっけ。そうだったかもしれない。そうだよね、ディズニーランド行ってたんだよね。そうそうそう、うん、あなたがディズニーランドで浮かれてる時にもう第一試合ですよ。うん。これ見てくださいよ。最初ラブゲームですからね。6-0 で負けたんですよ、最初。うわぁ。だけどね、その次が2回戦目がね、めちゃめちゃいいところ行ってたんですよ。惜しいね、これ。これ悔しかった。でもやっぱり強いですよね。ロッカーズの中に、ロブっていう選手がいるんですけど、ロブは、要は、シムボードの、コンバットシムボード CS ですね、シムボールの方のアリーナで CSR っていうところが以前あったんですけども、はい、そこのオーナーだった方ですから、うんうんうん、要はもうシムボールを知り尽くしてる人の一人ですよ。そうですね。まあ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 やられましたね。でもね、びっくりしたのはみんなすっごいチームがどん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 上手くなっていってるんですよ。もう常連ですもんね。うん、名前を、ね、常連の方もいますね。そうですね、うん、で今回初めて参加したチームもありましてですね、はい、まあその中で北海水産っていうチームがありますけどね、まあ、これ北海水産かっこ株が最後入ると思うんですけど、かっこ株が抜けてますけど、北海水産株式会社。株式会社ですね、はい、北海水産っていうのはまたSLTV のスタッフがいたりとかして結構ね楽しくやってくれるんですけど、大漁旗をこう翻しながらね。本当に北海水産っぽい感じで、うん、素敵な大漁旗ですよね。でも ね今回7チーム出たんですけども、うん、だん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 やっぱりレベルが高くなってきてるんですよ。でしょうね。11月2のラウンド、うん、それが最終ラウンドなのかな。11月はどうなんのかしらって感じですよ。もうついにここまで来ちゃいましたね。そうですよ。11月のラウンドが終わったら、12月にいよいよ J ボールのファイナルラウンドがありまして、なんだ6、7、8、違うな、7、8、9、10、違うな、8、9、10、11ってね、8月からの各優勝チームが12月の J ボールのファイナルラウンドで、戦うわけですよ。そうです。これはすごいですよ。すごいでしょうね。もう頂上決戦ですからね。で、J ボールとはいえども、今言った、
ちなみに3チームなんですけども、8月、9月、10月の優勝チーム、はい、各優勝チーム、すべて外国勢に持ってかれてます。日本人プレイヤーの方いますけどね、中にね。まあ、そうですね。うん。いますけども。いますけども。まあ、海外のすごい選手が入ってるっていう。そうですね。まあ、何が違うんでしょうね。なんですかね。やっぱりあれですかね。パンとか食ってるからですかね。いや、でもね。やっぱりまず、キャリアがまず全然違いますよね。だからそれだけやっぱり知り尽くしてるっていうのもやっぱあるし、うん、テクニック的なものもやっぱり違うし、うん、でやっぱり練習してるんですよ。そうでしょうね。本当ね、本当練習してるんですよ。よく見かけますもん。そうなんですよ。で本当に手前味噌な話で申し訳ないんですけども、本当にフーが練習してないんですよね。これ練習するよ、なんか頑張ろうよ。そうね、この間久しぶりに滑ったら、うん、小鳥それダッシュしてないって言われて、え、ダッシュしてるよって。あ、もうあれなんだ、スピードについていけてないね、うん、いや、ダッシュしてなかったんですよ。だから普通の速さがもう速くてダッシュなのか考えなかったんだ。うん、練習しなきゃな。練習しますよ、来週から。うん、そうね。毎週これ北海水産が練習します。毎週。そう、北海水産には負けられないからね。そこですか。いや、良きライバルですよ。そう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 。まあでもね、ということで練習をしましょう。します、うん、してますよ。もっとちゃんとしましょう。はい、ちゃんとね、チームで練習しましょう。アリーナも新しくなるしね。そうそうそう、うん、やりましょう。はい、ということで、さあ、そしてですね、先ほどもありましたけれども、日曜日、今週末の日曜日22時半からです。はい。これは、何ですか？名前ってなんかないんでしたっけ？なんだっけ？名前。ハロウィンパーティー2011。ハロウィンパーティーですか？パーティー2011です。これはもう仮装してとにかく滑ろうとやろうと。そう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 、もうね、うん、スクリーとかレンダリングコストとか気にしないで、はい、フェイスライトも OK ですよ。まあもうガンガンね、ガンガン使っていただいて、はい、その代わり重いって言うなよみたいなね。大丈夫、ゲームはできると思いますよ。そう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 、あのほら、シムがね、2シムに分かれて、うん、ベストドレッサー賞があって参加賞もあるんですか？そうなんですよ、初めて聞きました僕。今頑張ってますから、商品中。あ、そうなんですか。はい。あらら、それは素敵ですね。ということで、こちら、やったことがない方でも、ぜひ遊びに来ていただければいいかな。そうですね。見学だけでも OK ですよ。はい、見学だけでも OK ですし。はい。やってみたいなっていう方は、別にアリーナもありますんで。うん。知ってる？新しいアリーナできたの。トレーニング用アリーナできたの。知ってる知ってる。先週紹介した。あ、そうだよね。したね。そうだね。それを俺が忘れてたね。うん。うん、ぜひこちらの方、利用してみてください。はい。22時半からハロウィンパーティーがありますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね。ということで、以上を、サイヤからのお知らせでした。ありがとうございました。ありがとうございました。やっぱりね、あれですよ、うん、そう考えるとね、練習したチームがやっぱり勝つんですよ。そうね、絶対そうだと思いますよ。なんかね、うん、あの頃の私の方が上手かった気がする。俺もね、あの頃の俺の方が上手かった気がするんだ。だよね。本当に。もう練習しよう。練習して取り戻そう。ですな。そうそう、頑張ろう頑張ろう、はい。ということで、竹下投稿団行ってみましょう。竹下投稿団でございます。はい、それでは今日のテーマは私の大冒険です。投稿ネーム腰痛激化占い師さんからいただきました。
腰痛激化ひどくなったんですね。激化占い師さんからいただきました。女子セカンドリフユースリーミューザーの方からいただきました。ありがとうございます。お大事に。お大事に、こちらでございますね。皆様こんばんは。こんばんは。こんばんは。私は小鳥さん以上に方向音痴で iPhone の地図アプリを見ながら 600m の距離を1時間半かかって到着した。いい勝負かも。したから大丈夫、人間なんとかなりますよ、ね。うん、なるほどね。そうね。さて私の大冒険ですが、ロサンゼルスで一人旅行に行った時のことです。当時 LA に地下鉄ができて何年か目で、何年目かで、嬉しくて乗っちゃった私、はいはい。ダウンタウンからハリウッドに行きたかったのですが、ハリウッドに着く駅が3つもあったのです、はあ、日本の地下鉄でもやばい私なので、うん、とても怖くなりました。しかし私がキョロキョロおどおどしていると、周りのアメリカ人の方がどうしたの、どこ行くのと聞いてくれて、私は拙い英語とボディーランゲージで行きたい場所を伝えました。すると OK、 着いたら教えてあげるよと周りの皆さんが本当に温かく接してくださり感謝していました。ちなみに20代半ばの時に行ったんですが、どうやら中学生ぐらいに見られてたようです、はいはい、あ、日本人の女の人はね、アジアの子はね若く見られるんですよね。そうですね、アジアの人はね、外国の男子はすごい大好きでモテモテですからね。そうなんですよ。聞いてますか？なんかね、うん、あ、気のせいかな、はい、なんかいるんですよね。またですか？何がいるんですか？いや、気のせいかも。どこにいるんですか？この客席の皆さんの後ろに、はい、え、あれ、いなくなってる。なんですかあれ。なんかいますよ、やっぱり。あれ、え、なんですか？え、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、なんか来ました、なんか来ましたよ。ちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいよ、なんか来ましたよ。ちょっとなんか来ましたよ。ちょっと待って、ちょっとなんか来てるよこれ。なんかすごい。ちょっとあのカメラの前撮ってますよ。見切れてますよ。それ完全に見切ってますよ。なんか連れてるよ。なんか白バイ連れてますよ。これ大丈夫なんですかこれ。ちょっとあの警備の方、ちょっと僕今警備の方に連絡します、ね、ちょっと待ってくださいね。あれ、警備の方、ちょっと警備の方につなぎますね。ちょっと待ってください。セキュリティ大丈夫なんですか？大丈夫かな。簡単に入り込めてますね、番組にね。え、新しいスタジオセットですのに。縦横無尽に駆け回ってますけど。自由だなぁ。すいません、警備の方ですか？これ、これ、どこだ俺。え、すいません、警備の方？あの、今スタッフ、うちのスタッフが、あの、番の準備をしているんですけど。警備の方？ちょっと走ってたら迷い込んじゃったんですよね、これね。あれ？これ、どこだこれ。ちょっと待って、聞き覚えのある声なんですけど。なんかそういえば、そしてその走ってるいでたちなんですけど、ずっとあれから走ってるんですよね。え、もしかして中戸さんですか？中戸ホイットマラソンずっとやってるんです。SL24 から夏からですか？な、 SL24 大好きなんで24ヶ月っていう。あら、ちょっとここから見る。いや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 、ちょっとびっくりしました。いやいやいや、あれ、ひょっとして一緒に走ってるのはアキラくんですか？え、全然知らない人。あ、知らない人ですか？あれ、アキラくんはスカイプはどうなんですか？アキラくん。勝手についてきた。いや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 、びっくりしました。ちょっと、ね、どこがどうなる？じゃあ僕、あの、あれですよ。あの、とりあえず一旦走るのやめて、僕のそばにちょっと来ていただければ。そう。
またまた。いやいやいや、そういう変なのじゃなくて、そういう嫌らしいんじゃなくて、違うし。いや、なんか入れない。いや、ちょっとじゃあ今、解除します。座っちゃって。ここね、マジセキュリティが変わってるんです。あ、決まったで。なるほど、なるほど。はいはい。どうぞどうぞ。じゃあ僕の近くに。今日は SL24 の告知に来ました。あ、なるほどね。はい、あ、それ、他局、完全に。あ、他局、他局終わったイベントで。ちょっとごめんなさいね、素人なんで思いっきりカメラの前。いやいや、いいですよ。まあ、全然素人でも全然いいんですけど、まあ。チキの前にしかも立っておけつ抜けてますけど、そうですね。アキラくんもうちょっと前の方にね、こう、はい、俺の方にちょっと来ていただければ。アキラくんのすごい。あ、ちょっと待ってください。アキラくんって、あれ？ちょっと白バイの人たち、ちょっとこれ、どうしようかな。白バイ。今ちょっと、つなぎますんで。はい。あきらくん、スピーカーになってんじゃないかな。やべやべ。大丈夫ですか？あきらくん。あ、はい、はい。来ました？ちょっと、僕たちの方に。あ、中田さん、このカーテンの裏から開けるといいですよ。はい、今更？いやいや、ちょっと待って、中田さんはもうポジションついてるから。あきらくんだけだから。あきらくんだけ。そこね、モデルたちが、立てる約束だったんそう、いや、約束とかないし。早くないし、ないし、ないし。最近で、あなた出てないから、そうやっていつも忘れてくるんですよ。じゃあ、ちょっと横切なんか、勝手に乱入したみたいなって。そうですね。じゃあ、ちょっと改めましてご紹介します。はい。中戸ホイットさん、そして、アキラ監督です。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと髪型変な、うん。ちょっとリーゼントにしてみた。ねえねえ。ちょっと。ちなみに何しに来たの？何しに来たの？なんか、まあ、いいからいいから。ああ、はいはい。もらうとったんですけど。なんか、うん、なんですかね。話にはなんか、さっき、はい、僕の親友のミゲル。あ、ミゲル君の投稿ありましたよね。ありますか。あ、そうか。親友なんですね。僕の親友ですね、ポルトガル。悲しいお知らせがなんかあるとかって言ってましたけど。悲しい、そうなんですよ。悲しいお知らせというか、はい、悲しいのか、めでたいのか。悲しいお知らせなんかあったかな。楽しいお知らせしかない。あ、まあ、そうなの？どうでしたっけ。その、楽しいお知らせは何のお知らせ？あれか。あ、東京さんも関係あったんだ。あ、あれね。あれね。そう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 。東京なのに金沢住んじゃった。あのね、そこピンポイントでいじるところじゃないの。なんで住みたい言ったの。あ、そうですね。そこじゃない。ちょっとね、今回お知らせがありまして、ね。はいはいはい。はいはい。まあ、スリングっていうシムなんかいっぱいくっついた。はい、集まりのところがあるんでしたっけ。あれはね、シムの外に出せる島を混ぜるともうそれ混ぜなくていいと思うあ、いくらでもコピーで出せるんで。まあ、あれはまあ、あれは数えないとしたらですね。あれ数えないんだったら4個しかないんですよ、ね。あ、でも4個ですよね。4個もあるんですね。はい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 、4個あったんですけど、はい、この度、ええ、その2個をですね、6個になるんですか。あ、そうですよね。そうめんどうございます。それちょっと次のあれが言いにくい。ああ、そうですね。まあ、長尾さん的にはやっぱり SLTV さんに負けず劣らず増やしていこうみたいな。ああ、そうね、そう、感じ。いやいや、もう僕も中戸さん、僕もあれですか、中戸さんの背中を追いかけて、いや、もう SL やってますから。そうですよね。そうですよ。僕の背中を追いかけたら4個のシムが2個になっちゃったりしますよね。あれ、何それ、どういうこと。あ、言っちゃった言っちゃったあらららららら言っちゃったですね。あまあ、この度ちょっと説明するとね、ちょっと皆さん何言ってるか分からなくなりますけど、はいはい、からね。ここからが本当の話ですからね。まあ、長年皆様にご愛顧いただきました、はい、スリングっていうシムが、はい、もう4年ぐらいやってるんですかね。長いですね。それこそあれでしょ、はい、日本
ジンで本当に最初の頃に新聞を買った中の一人は中田さんですよね。そうですよね、うん、早まっちゃったんですよね。いやいやいや、あれからですよね、ずっとですよね。早くて誰も来てこれなかった。はいはいはい、そう、あれからずっと。でまあ最初にスリング北陸っていうあの、まあ、北陸地方の島を作る、はいはいね、はい、で次、まあ、石川県なので、まあ、金沢市の金沢シムっていうのを、まあ、作りまして、はいはいはい、まあ、当時金沢シムっていうのがあったので、うん、あの金沢スリムっていうふうに名前つけたんですけど、あ、なるほどね、なんであるんだよとか、まあ、ちょっと思いましたけどね、うん、まあ、みんな思うことですよね、うんうんうん、でその次にあの、まあ、金沢の中心街の香林坊、はいはい、で最後にまあチリハマっていうのを作って、はい、あとはまあ環境新聞をまあパラパラパラとあったんですが、うん、まあ北陸と来て金沢と来て香林坊と来てチリハマってもう全然節操がもうテーマが全くないですよね、そこで基本的にね。まあまあまあ、まあ、でもね、地方から市になって、ええ、町名になって、うん、なぜか浜の名前になって浜になってね。これ石川県の人はよくわからない。チリ浜を聞いた時は、あ、チリ浜なんだと思いましたよ。もう最後は概念になっちゃってますよね。はい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 、浜、浜っていう概念、ね。浜ですからね。ね、浜になってますね、うん。まあそういう地名になりますね。ね、作ってたわけですが、はい、あの、まあちょっとこう手間がですね、うん、あの、そんなにちょっともうかけれなくなってきたので、はい、あの、忙しくね、皆さんに、うん、ご迷惑かかると。うん、はいはい、はい、ということで、やっぱりね、あの、朝の、 あの、うん、土俵入りの稽古もありますし、はいはい、あの、まあ、その前は新聞配達とか、そうですよね、で夜遅くまで封筒貼ったりしてたら、ね、なかなかセカンドランスリンで稽古の合間にね、稽古の合間にやってた感じなので、でちょっとそろそろ兄弟子がね、あの、いい加減にしろと、あの、お前このままだったら幕うち入らないよと。まあ、もうあれでしょ、可愛がりとかされたわけでしょ。そうですね、もう大変なね、はい、ああいう監修とかね、はい、いろいろあるんで、この話どこまで広く、まあまあまあ、そうですね、懐かしいです。なんかあのマトランダムもお願いしますね、ずーっとこの、ね、こう脱線した方向に進んでいくっていうね。全部適当に喋ってたんだよね。そうですね。で、まあ、まあちょっと適当は戻して、まあ皆さん お世話になったんですけれども、はいはい、まあちょっと節目にですね、うん、何の節目でもないんですけれども、はいはい、あの北陸シムと金沢シムをちょっとまあ閉鎖させていただいて、うん、なるほどなるほど、 そ、うんうんうん、そしてまああと2シムはまあ継続していこうと、はい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 、なので、うん、北陸と金沢の人たちごめんなさいっていうことで、うん、また今日も走ってますわ。あ、なるほど。それはなんかこう走ると何かこう反省するっていうことになる。そう、そうっすよね。あの、実際走るわけじゃないんで、あの、人差し指動かすだけで、あの、走りましたって言えるんで、まあ、いや、僕はなんか、ルームランナーで走って連動してるって話を聞いてましたけど。いや、そう、実際走ってますからね。ただ、一昨年の、あと去年の、SL24 の時に、中田さん大変ですねって言ったら、いや、今は兄がって言ってましたね。兄が走ってた。答えくれたじゃん。答えくれたじゃん。寝ないと。寝ないと。そんなことで24時間起きてってじゃ大変ですからね。大変ですから。でも24時間やらなきゃいけないから、そういう時はもう人を頼むんですね。そういうこと。バイト頼んででもね。あの、当然、こんな、あの、体、健康第一ですからね、うん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 、それでですね、まあ、今から走ってる理由がですね、はい、あの、私全然やる気なかったんですけど、やっぱ皆さんのおかげでですね、うん、あの、やっぱスリングも成り立ってたということで、はい、あの住人さんたちが自主的にですね、あのお別れ会をやろうと。あ、なるほどね。で、僕は最初そういうお別れ会しないのかって聞かれたんですけど、うんうん、はいはい、するわけがないとか言ってたんですよね、忙しいんだからみたいな。冷たいですね、なんかね。冷たい冷たい。じゃあ勝手にやるからっつってこうどん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 なんか話あの進めてられちゃって、うん、で、あ、なんか話がまとまってる感じに見えたので、うん、じゃあやろうかなという感じで、
乗っかった感じです、ね。なるほどね。じゃあ、まあ、とりあえず2つ、4つあったうちの2つを締めて、2つで、運営職って感じですね。そうですね、今後もあの永続的な、運営のためにはやっぱりちょっとね、これ以上、ちょっと負担をかけて一気に締めてしまうのはやっぱりちょっと、うん、もうあかんよって締めたら元も子もないですから、まあ、ね、負担を軽減して、まあ、長期にもうちょっと頑張ろうかなという決意の表れでございます、うん。ああ、なるほど。でもそれは大事かもしれないですね、そういうのはね、うん、あ、そうなの。結構ね、皆さんやっぱ愛着があったようで、あの、僕より愛着があったようで、いやー、やっぱあるでしょうね。えなんだかんだ言っても中野さんあると思いますよ、だって長い間続いてますからね。ねえ、あの、要するにあの、まあ閉めるので申し訳ないですけど、はい、まあ、あのちょっと移転してもらわなきゃいけないですって、まあ、連絡はちょっと皆さんに流して、それで、あの、まあ、うちの支部もまあコリンはちょっといっぱいなので、あの入浜の方に、まあ、若干土地が空いてるので、うん、まあ、ご希望の方はそちらへどうぞと。あ、で、なるほどね。で、他の支部行かれると思ったんですね、皆さんがね。まあ、これを機会にまた新しいとこ行くんじゃないのっていう形でちょっと連絡したら、はい、予想以上にですね、やっぱり、はいはいはい、あの、じゃ、あの、こっち移動したいと、千里浜へ移動したいと、はいはい、ということで、そしたらもう、またこの千里浜と香林坊の枠内に収まらなくなっちゃったんで、はいはいはい、だからあの SIM を3つかぐらい買わないと足りなくなったんで、まあ SIM 買おうかなって今思ってるんですけどね。あ、もうね何がしたいか。え、じゃあ閉めなきゃいいじゃんって話。そうですよね。まあでもそれはもう、でもね、いろいろ問題もありますからね、こう続けるにはね。あれ、なんか懐かしい音楽流れてますね。え、懐かしい音楽流れてますね。あ、バック流れてますね、何かね。これは今 BGM ですね。これはあれですね、ゴッティ中戸っていう100人いるうちの1人の歌でしょうね。はいはいはい。あの人は僕とは関係ないですからね。そうですね。だから全然。どうして今反応したのかなと、ちょっとびっくりしましたけど。全然 BGM 流れても、あの、思い出は特にない。ないですよね。普通にこれはもう、ゴッティ中戸さんの歌ですから、これは。そう、あれゴッティ中戸。僕、ホイット24時間マラソンのホイットですからね。ね、はい。そうそう。そうですね。まあそんなわけで。これ間違っても今週のパワープレイじゃないですから。そう、今一瞬曲が変わったから、あれ、押し切るのかなと思って。いや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 。今度パワープレイで入れてください。あ、なるほどね、わかりました。これだけど、中田さんでもね、まあ、冗談抜きで、あの、SIM の方をこう、今月いっぱいですか？今月いっぱいですね。あの、2SIM の方は、はい。そうです。中田さんとかでも、あれですよね、こういう言い方したらちょっとあれかもしれないですけど、結構こう、びっしり埋まってたじゃないですか。まあ、一時はね。いやいや。やっぱりあれですか、こう時期的になってだいぶこう少し減ったりとかもしました。やっぱりこのご時世ですからね、これね、うん、あの、まあ、何が悪いかって言ったらやっぱこれデフレのせいですよね、うん、ああ、そうですね。まあまあ、まあ、でも下村的にはまあ円高だから美味しい、あの、まあ、いっときゃ美味しいはずなんですよね。美味しいことはありますよね、うん、そうです、それは分かります。ただまあ今例えば現状全部埋まってたらもう僕はちょっと手が回らないですよね。ああ、そうかもしれないですね。一時だったらちょっと、ええ、あのブームが来た時は、うん、要はこれをビジネスにして、うん、あのまあちょっとこういろんなあのビジョンが出てくるわけじゃないですか。ああ、2027年ぐらいの頃ですね。そうですね、はいはい、あのその頃はまあちょっとこう、うん、まあ例えば人を補充してやったりすれば、うん、まああの細かいサービスが提供できたと思うんですけど、うんうんうん、あ、これはちょっとあの先を見ると、うん、そうではないなということで、うん、まあ、ずっと一人で この部分はやってたので、はい、まあこれ以上ちょっと把握ができないっていう感じですよね。なのでまあ手間を省こうと思うので、なるほど、ね、の方が気が楽ですよ。やっぱりちょっと、うん、そうですね、下、ね、下なの
皆さんあのやっぱシムを持った時点でも遊びじゃなくなっちゃうっていう。そうなんですよ、本当そうなんですよね。うん、何を真面目な話してるんですか。あのオチとかはいつ来るのかなと思って待ってたんですけど、あのね、今日最大のオチはさっきのシム買おうかなと思ったところっていうところ、あそこです。6シムに行ってるんですか。そうそう、これを温めてきた感じの。あ、でなるほど、つかみが100個島があるって、あそこです、ね、あそこ順番に。まあでも、なんで2つのっていう時に、まあ、切り込んで、あ、6つになるんですかって言ったら、まあ僕なんですよね。そうそう、あそこで、あそこ、止めてしまったと思った。そうですよね。ナイストスでしょ。まあ、ナイストスですね。ナイストスですよね。導入部分って素晴らしい。うん、さすがマトさん。中戸さんっていうの窓ですから。まあそうですよね。まあそう。まあまあそうです。何この慣れ合いみたいな。まあ言うこの慣れ合い、慣れ合いしちゃダメだ。そうそう、ダメダメ、慣れ合いはダメ。そうそう。同い女子同士ですからね。まあまあ、そう。まあ二人、まあどっちかというと付き合ってますから仕方ないですけど。そう、まあいつも。まあ、喧嘩ばかりですよ。そうそう、これ終わったり。喧嘩ばかりの二人の関係ですから。ちなみにでもこの、今回、そのさよならっていうかお別れ会みたいな形でっていうのはもう大体内容的なものはある程度決まってるんですか。そうですね、多分ですけど、うん、僕も全然内容知らないんですけど。それ言ってないでしょ。今言ってないですよね。俺聞いてなかっただけじゃないですよね。言ってないですよね。告知すると、明日の10月29日土曜日20時から、はい、金沢スリン、あ、ごめん、2時間違うし。G 読めなくなって、ごめんなさい、本当に。22時から金沢スリングで、うん、まあ、あそこ、金沢、あの、リアルの金沢市の金沢駅にあるもてなしドームっていう、はい、あの、ドームが、あの、再現されてるんですけど、はいはいはい、その中にステージを組んで、ええええ、まあ、ちょっとうちわっぽいんですけど、まあ、あの、スリングと関係あった人たちを呼んで、うん、まあ、思い出を語ろうと。なるほどね。ラジオ形式で思い出を語って、はいはいはい、はい。で、僕が思ってるコンセプトとちょっと違うかもしれないですけど、ええ、あの、出演者の中にあの、柳さんが入ってるので、はい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 。多分北陸金沢は雑すって言うんじゃないかなっていう。え、それだけ。まあ、うん、まあ、下手すりゃ歌もなく雑すで帰るかもしれないです、ね。あ、雑すだけでもう雑すで、あの、もういつかっつって帰るかもしれない、ね。あ、え、それコンセプトですか。中戸さんの僕的にはそっちの美味しい。ああ、なるほどね。歌はみたいな。あ、はは、ね、歌は英語みたいな感じになるかもしれない。ザスだけを言いに来ましたみたいな感じで。だけど、まあ、あの、金沢最後の、うん、ザスをやってくれるんですかね、北陸金沢最後の。なるほどね。あ、なんか、あの、運営者が、あの、怒りの IM をしてきました、ね。今ですか。なんだその紹介はって。ああ、なるほどね。まあでも、何かしらいろいろやると思うんですよね。そうですね。あの、僕自身もちょっと、あの、最近ちょっと忙しくてセカンドライフできてなかったんで、はいはいはい、柳の曲を聴くのも久しぶりだなということで、はい、まあ、それ以外にも何かあるってことですね。そうですね、たくさんあるんじゃないですかね。中田さんのね、あのね、告知でね、俺こんなに必死に何をやるのか引き出すのも大変よね。こんなの何も今までなかった。でもね、指針に出すとしてるんですよ。僕の中にないから出せないんですよ。オーナー自体知らないんですよ。オーナー知らないからね。まあ、とりあえず、まあ、走ってるっていうことでね。そう、僕はね、まあ、僕はもう全然別ルートで、やっぱり皆さんに、あの、ここまででしたっていうことで、あの、踏ん張って、ここまで歯を食いしばってきましたが、はいはい、体力的な限界っていう、千代の淵みたいな感じで、あの、申し訳ない。まあまあ、でもさっきの話だけど、幕下でしょ。幕下で。そうですね。まあまあ、そんなね。千代の淵を言うなよ。大した話じゃないですか。わかりました。でも、で、あとね、はいはい、あの、まあ、なんていうんですかね、この西村が亡くなることで、はい、あの、どうなるかっていうとですね、うん、あの、
やっぱりちょっとこう一時よりもこう住人さんは減ってて、なんで家賃収入っていうのはやっぱ減ってまして、はい、結構やっぱ負担にはな、金銭的な負担もあったんで、まあそうでしょうね。このニッシームがなくなることで、うん、我が家は、うん、地デジを変えます。だからね、それね、全然なんかいい話じゃない。全然いい話じゃない。地デジどこ切り口が見からない。要は、まあ、大変、まあ、金銭的なことよりも何よりも、やっぱりこう、オンシムっていう風になると忙しいから、もう、いろんなサポートもできないしっていうことでね。なるほどね。そう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 。そういうことで、まあ、本当の理由は地デジです、うん。本当の理由はサポートができない。忙しいからできないっていう、だから地デジとか関係ないですね。関係ない。関係ない。関係ない。うちのがいいと。美しく終わりました。そうそうそう。美しく終わり。それじゃないと大変、なんかこう、あれよね。えぐい話で終わりになるからね。ということで、明日22時ですね。22時ですね。そうですね。22時から。金沢シムの、金沢スリンクのもてなしドームですか。そうですね。中心、真ん中にありますので、シムの真ん中に。そちらの方で、まあ、スリングにゆかりがあった方はぜひ来ていただければありがたいかなということで、うん、いいですね。はい、僕は全然違うとこ走ってるんですよね、はい、その時どうですか。ちなみに僕一応、まあね、そんなにカナダスリングに関係者ではないですけども、走るのやめた方がいいんじゃないですか、それ。もてなしドームにいた方が中田さんいた方がいいんじゃないですか。いや走るな。走るの。僕は走るね。ああそう、罪悪感から走るね。あ、まあ、それとして、逃避行みたいなもんですか。まあ、現実逃避。ああ、やっぱり逃げてる。わかりました。じゃあ、明日は皆さんでね、最後、笑って、北陸と金沢新聞のお別れをしてください。そうですね。はい。そうですね。笑ってお別れしたいですね。はい。あきらくん、なんかありますか、一言。いや、ないです。ないですか。はい。まあ、アキラくんもこういうとこさっぱりしてるからね、これね。何にもないって言いますね。あ、アキラくんも必ずだわ、住んでるんだよね。住人は。僕は、そう、僕は勝手に映画館を映されたっていう、ね。ああ。まあ、それ、ひどいね。そうね。映画館、右から左で隣の新聞で掴んで、掴んで移動しました。移動したんだ。ああ。それをされても、今一緒に、こう、後ろで伴走してるわけですね。そうですね。最後ですから。最後。お疲れ様です。まあ、最後じゃないですけどね。まあでも。この微妙なところが嫌ですよね。そうですね。もう二シム残りますからね。そうそうそう。言っても二シム残るんで。はい。まあ、まあ、でもそういう歴史的なね、パイオニア的なシムが、まずは二つ、なくなることはもう事実なんで、うん、まあ、それを惜しんでって。やっぱりね、やっぱり世の中新陳代謝しなきゃダメですよ。そうですね。新陳代謝するってことは2つ閉めたら2つ買うんですよ。もう次の、ね、まあ、考えてもそういう、そういう言い方もあるけど、ね、そういう言い方けどね。そうですね。人間の細胞はもう常にこう、24時間で入れ替わってますから、ね、入れ替わってますからね。はい、じゃあこの後じゃあまだ走ると思いますから、はい、はい、ね、応援しましょう。そうなんですよね。ジョブズも言ったじゃないですか、死は最高の発明品だって言ったじゃないですか。死があるからこう、そうですね。ね、新しいものができていく、古いものが消えていって新しくどん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 。はい、あ、これ綺麗にまとまったんじゃないのこれ。そうですね。もうちょっと早く言ってもらえばよかったんですよね。締めてもらって。ということで、ということで、早く締めてください。うん、中田さん、じゃあ、頑張って走ってきてくださいね。ごめんなさい、時間。いえ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 。お疲れ様でした。これ帰るとき、ほんと、切ない。切ないの頑張ります。申し訳ない。走ります。じゃあ、頑張って、走って帰ってくださいね。はーい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。で、どこ走るんですか、それで。ただいまー。はーい、お帰り。違うでしょ。あ、ごめんなさいね。シールドが上がってなかったです。ちょっと今上げますね。よいしょ。はい、どうぞ。どこ走るんですか。じゃあ、皆さん、行ってきます。はい、いってらっしゃい。ということで、中田さんとアキラさんでした。ありがとうございました。どこ走るんですか。はい、どこ行った。まあね。歴史的な。そこ出れないですよ。そうですね。ここ出れないですよ。出れるよ、出れるよ。
ここ出れないですよ。出れるよ。テレポートしないと。早く出てけ。よかった。これは入ってんのかな、音は。まあ、そっち、じゃあ行ってきます。行ってらっしゃーい。行ってらっしゃーい。ああ、なんかね。うん。まあまあ、でも、大事なことですよ。そうですね、4年ですからね。4年ですよ。あのね、確かね、最初の、本当の最初の頃に、日本人でそれこそ初めて島を買ったとかっていう、うんうん、あの何人かパイオニア的な人が、そこがやっぱりジャバラさんだとか、あとはあのマグスのネコリンクさんだとか、あと中田さんとかね、うんうん、この皆さんはパイオニアですよね。大先輩ですよね。まあ、あんな風にねふざけてますけども、実際はあれですよ。本当はすごい人なんですよ。本当はね、本当にただふざけた人ですから。まあでも、明日お別れ会があってね、楽しんでいただければと思います。はい。はい。ということで、まあ、ほとんど番組をジャックされた感じはありますけども。まあまあ、いつものこと。思わず追い出してしまう。まあ、いつものことなんですよ。そうですね、いつものことですかね。はい。なんだかんだ言って出演回数は相当回数多いですから。はい。二人は。というわけで、次のコーナーに行ってみましょう。それでは続きましてのコーナーはこちらのコーナーでございます。今週のパワープレイ。さあ、今週のパワープレイです。はい、今週ご紹介しますアーティストは、シアトルスタンダードカフェ。さあ、このシアトルスタンダードカフェです。ご紹介しましょう。ボーカルが中新正人さん、そしてギターコーラスが木田亮介さん、そしてギターコーラスが川本正文さん、ベースコーラスが村井渡さん、そしてドラムスコーラスが加納正樹さん、そして、海外公演サポートメンバーということで、ボーカルがももさんという形で、いるのがメンバーになってます。でですね、もうこれ、はい、本当に偶然なんですけども、うんうん、実はこのシアトルスタンダードカフェなんですけども、はい、このメンバーなんですけども、うん、なんと今その中田さんが言ってました、北陸金沢、これリアルな話です北陸金沢在住の5人組のロックバンドなんです。なんという偶然。そう、シアトルスタンダードカフェ、略してシアスタ、ね、うん、キャッチーでポップなサウンド、心地よい疾走感のそのグループで、必ずあなたを笑顔にするハッピーなライブを展開中です。笑顔と笑顔をつないでいきますということで、実はこのシアトルスタンダードカフェなんですけども、うん、実は韓国と台湾でメジャーデビューをしてるんですよ。あら、そうなんです。韓国、あの韓国ですか。あの韓国で、あの台湾です。あら、で、もう韓国と台湾でメジャーデビューをしてるっていうことは、インディーズという形ではもうないですね。そうですね。うん。まあ、もう過去だろうもんね。デビューされてるわけですから。そういうことですよ。でですね、現在なんですが、2003年の1月に日本の金沢市にて結成されたんですって。で、現在は、でかいですね、東アジアを中心に活動中。すごいじゃないですか。なかなか違いますね。うん、東村山じゃないですかね、東アジアですかね全然違います。規模違うよ。規模が違いますからね、うん、ということで東アジアを中心に活動しているということなんですけども、ライブの方がポンポンポンと入ってます。10月29日土曜日、はい、金沢バンバン V4、そして10月30日日曜日、新潟NSG スクエア1階ショーケース、そして、11月3日木曜日、下北沢の屋根裏で、あります。そして11月6日日曜日、
片田ハックルベリー、こちらの方でありますね。その他11月のライブの予定が詰まっていますと、公式サイトでチェックしてくださいということで、非常に精力的に活動しているというか、もう、インディーズの域を超えて海外でもデビューして、非常に実力派の、このシアトルスタンダードカフェなんですけど、はい、かっこいい曲です。お、お待たせしました。はい、ということで、聞いていただきましょう。こちらの曲です。はい、さあ行きましょう。シアトルスタンダードカフェ、曲は距離。シアトルスタンダードカフェ、距離、いかがだったでしょうか。はい、いやー、演奏がやっぱりもうすごいしっかりしてますよね。もうしっかりやっぱりもうベースができてるんで、なんでしょう、こういう形の世界観をこうアジアでどんどんこう、ね、皆さんに聴いてもらってるんだなって、そうそう、今思いながら聴いてたんですよ。いいですね。そうですね、いいですね。いや、気持ちいいです、聴いてて。そうですね、もうくしくも、風を感じる、北陸金沢在住の5人の方ですから、これも今日は何かないんでしょうね、これねこれ聴きながら走ってほしいですね。そうですね、これ聴きながら走ってほしいですね、はい、というわけで、SLTV がご紹介する楽曲なんですけども、著作権、著作隣接権についてですが、
配信している楽曲および音源に関しましてはですね、著作権、著作隣接権を所有するレコード制作会社、音源制作者、演奏アーティストにより音源提供契約または音源の配信許諾をいただいている楽曲を使用してご紹介しております。これからもいろんな素敵なアーティストの方をご紹介していきますということで、このシアトルスタンダードカフェもきっちりと追っていって応援していきたいなと思っております、はい、というわけで本日ご紹介したアーティストはシアトルスタンダードカフェでした。というわけで今週のパワープレイでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、バンドっちゅうのはやっぱりしっかりしてるわなぁ思いますわ、うんうん、はい、さあそれでは行きましょう。続いてのコーナーはこちらのコーナーに行ってみたいと思います。それでは続きましてはこちら、竹下星占い、行ってみましょう。先週ちょっとお休みでしたけど、そうですね、竹下は星野に行ってみたいと思うんですけども、はい、ちょっとお待ちくださいね。じゃあ今日は誰かな。いつも竹下星野にご紹介する方が変わるんですが、今日は一体誰なのかその辺ちょっと気になりますので行ってみましょうか。そう、それでは準備はできたかな。ちょっとじゃあ声の方もらいましょう。本日ご紹介の方、はーい、おの、なんかメンズじゃないですか。メンズじゃないですか。 SLTV メンズ登場してもらいましょう。この方でございます。少々待ってください。はい、待つよ。ねえねえ、ちょっと、いないよ。まあまあね、そういうこともあるね。そういうこともあるね。まあまあ。今間違えてちょっと開けたからね、今ね。そうそうそう。マグカップ忘れてっちゃうからね。マグカップね、忘れてっちゃうからね。そうそうそう。もう一回呼んでみますか。そうね。もう大丈夫じゃないですか。もう大丈夫。今日の担当の方。担当の方。はいはい。まだ残念ながら、位置にはいません。重いの。重いです。じゃあどうしよう、抜く、顔抜く、顔抜きでいく。どこにいるの、観客席。そうですね、ちょっとカメラさん観客席でですね、ご紹介しましょう。本日の、作者星占い担当者、スタッフのガズモです。よろしくお願いします。お願いします。じゃああれですよ、あ、そこにいたんですね。そこでこう、あ、ハロウィンチックな感じでね、はい、高青年的な感じで、あ、いいじゃないですか。じゃあこのままいいですよ、行っちゃいますから。あ、はい、はい、じゃあガズモは番組でこうやってボイスで出るのは、そうですね、2回目ですね。2回目ですよね。はい、もう非常にレアですから。レアですね。はい。ということで今日は、そのメンズが星占いを生んでくれるんですね。はい。楽しみでございます。さあ、それでは、じゃあ、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、この竹下星占いでは、うん、ジェノフェリアさんによる各星座の今日から1週間の運勢について、はい、運気が最高の1位の星座と、うん、ちょっと運気が落ち込み気味の最下位の星座をお届けします。はい、はい、ちなみにガズモは何座ですか。お羊座です。お羊座。お羊座、はい、お羊座ですね。わかりました。じゃあよろしくお願いします。はい、はい、それでは今週、10月28日から、はい、11月4日までの1位の星座を発表します。はい、それでは行きましょう。1位の星座発表でございます。さあ行きましょう。本日じゃない、今週最も運勢のいい星座はこちらでございます。発表。
1位はサソリ座です。サソリ座おめでとうございます。サソリ座の方いますか。サソリ座さんいましたら、サソリ座さんいたらね、挙手挙手。サソリ座か。サソリ座の方は今週いいっていいですよね。ねえ、いいハロウィンをですね。そうですよ、いいハロウィン過ごすんでしょうね。さあ、それでは内容の方を教えてください。はい、サソリ座の方について説明します。はい、とても輝ける時期です。うん、ご自身が中心となり持っておられる様々な才能を発揮できそうです。おお、ご自身でも気づかなかった新しい才能も開花するきっかけに出会える予感も。うん、特にクリエイティブなことに関してはどんどんアイディアや意見を言っていきましょう。うん、吉と出ています。お、物事に積極的に取り組む姿勢が周囲からの多くの評価を得られそうです。うん、ただし、小さなミスには注意が必要です。うん、そこだけ注意をすれば活躍の場が広げていきそうです。うんうんうん、オリジナリティを大事にすることも運気アップにつながります。恋愛面では、はい、カップルさんは2人でお出かけなさると絆が深まるでしょう。あ、いいですね。うん、特に今の季節ならではの場所、紅葉を見たりするようなデートは月を運んでくれそうです。あ、いいですね。そしてシングルさんですが、シングルさんは自分とは合わないかもという人とご縁がありそうな予感が。お、そう、なんか微妙ですね。そうですね。うん、今のサソリ座さんは気持ち的にも余裕を持って接することができそうですので、うん、まずはお友達から始めてみるのもいいかもしれません。うん、なるほどね。意外な一面を見てそこから恋愛に発展するかもしれません。うんうんうん、幸運の鍵は抹茶。抹茶味のスイーツは特に吉。うん、そこから思わぬアイデアが浮かぶかも。抹茶から。抹茶からアイデアが浮かぶんですか。のようです。なんか思いついちゃうでしょうね。はい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 、甘いものを食べると気持ちも不思議と落ち着きそう。うん、ということです。いいですね。はい、会場ではなんかチャコさんがサソリ座だそうですよ。そうですね。なるほど。今もこのアドバイスをね、こう、もう粛々と聞きながら、ね、ね、彼氏ともみじを見に行って、はい、そう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 、抹茶をね、抹茶を飲んで来てください。はい、いいですね。いいと思います。なるほど。アズールのマミさんもサソリ座なんですね。あ、マミさん抹茶飲んでください。抹茶飲んでくださいなんだ。飲んでください。いいですね。うん、さあ、あ、というわけで以上ですね。今週最も良かった星座サソリ座さんは以上です。さあ、それでは続きまして、最も悪い星座ですね。次は注意しなきゃならない星座。はい、はい、じゃあ行きましょう。それでは最も運勢が気をつけなきゃならない星座の方発表でございます。最も気をつけなきゃならない星座はこの人ぜよ。運気が一番打ち込み気味の星座は水瓶座です。待ってよ待ってよ。該当しちゃってますね。マドさんとあとキノコリンもかな。もうキノコ僕との誕生日同じですからね。僕は水瓶座いますか。水瓶さんはいるますね。ちょっとあら残念なハロウィンですね。まあ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 仕方ないですね。うん、まあ聞きますけど。はい、じゃあ聞きましょうか。なんだっつうんですか。はい、水がめ座の方について説明します。はい、はい、生活のリズムが崩れがちになりやすい時期です。はい、そうですね。はい、仕事が思いのほか長引いたり仕事に集中したい時に限ってプライベートの用事が入ったり、はい、不可抗力なことが続いてしまうかもしれません。うん、そうなってしまうと体調のバランスも崩しかねませんので、うん、まずは何を一番に片付けなければいけないのかという優先順位をつけて行動なさるのは吉です。うん、
決断をスパッとなさるのが特撮です、はいはい、続いて恋愛面です、はいはい、カップルさんは少々お相手に振り回され気味です、うんうんうん、物事の大小にもかかわらずお相手を包み込むつもりで気持ちに余裕を持って接するように意識されると関係がより良い方向に向いていくでしょう。なるほどね。シングルさんは気持ちがあやふやになりやすい時期です、はいはいはい、一つの場所へとどまるということがなかなか難しいことも出てきそうですので、うん、今は気持ちを定めてというよりも少し気持ちを持って結論は急がずなるようになるというくらいの気持ちで恋愛に向き合われるのがベストです。なるほどね。幸運の鍵ですが、はい、幸運の鍵は新聞です。お、新聞、はい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 、普段読まないところでも流し読みしてみられると嬉しい発見を見つけられるかもしれません。なるほどね、はい、チラシにもパラパラと目を通されると思わぬ発見があるかも、うんうんうん、いいもの見つけちゃうかも。そうですね。水亀座さんは以上です。はいはい、ということでうちのスタッフの東京さんも水亀座なんですね。そうですね、うん、水亀座うち多いですね。3人いるんですねスタッフね。ねえ、うんうん、まあでもまあ言ってもまあね、まあ、僕たち大丈夫ですね。大丈夫生活が乱れがち、乱れがちなんですよね。決断はすっぱりと、うん、本当に、本当にね本当に昨日のこと東京さん聞いといた方がいいよ本当に。違うでしょ、乱れがち、乱れてる、ね、朝ネクタイつけてない人が一番乱れてるっつうの、ね、ね、ネクタイの柄まで考えてたっつう話だよ今日朝なのにしてないのにびっくりだからね。まあまあ仕方ないですよ。はい、だね、ということで、まあまあでも水亀座さん頑張りましょう。ユーストリームの方のチャットブースにヤズルのマミさんが来てますけど気をつけて。今週マミさんサソリ座でしょ。あ、マミさんはサソリ座かあ、いい方か、いい方よ、いい方、いい方ね、そうよ、そうよ、いい方、そう、大丈夫ですよマミさん。ちょっとどうだろうね。東京さんは恐ろしいほど当たってるかもって言ってますよ。あ、それはちょっと気をつけて、ね、頑張ろうね。ということでじゃあガズも最後の決めの言葉。はい、はい、あなたのもとにたくさんの幸せと星の奇跡が降り注ぎますように。ジェノフェリアさんからの心からの祈りを込めて皆さんの1週間がありますように。なんだそりゃ。いや何かひねろうかなと。あ、ガズガズでガズガズでって言いましたね。ガズガズでね。今のボイスチェンジャー使ってないですよね。生ボイスチェンジャーです、ね、自声です、ね、違う、はい、今大勝負に出ましたということで以上立てきた星占い、今日はガズモが担当してくれました。ありがとうございました。ありがとうございました。ガズですからね。やだ、かわいい。ガズガズでありますね。頑張ったね。いや、頑張った頑張った。うん、はい、ということでありがとうございます。さあそれでは最後のコーナー、こちらのコーナーになります。それでは行きましょう。こちらでございます。今週のラッキーパネル。さあというわけで、今週のラッキーパネルでございます。今日は番組冒頭で、ね、そうよ、思いっきりご紹介しましたけども、もう一度ご覧いただきましょう。今週のラッキーパネルプレゼントはこちらになります。いやー、めらいことになりましたね。ねえ、みんな待ちに待ったいろんなプレゼントがあるんですけども、はい、今まででもね、いろんなブランドさんがいろんなプレゼント
賞をご提供して、当然ね、いただいて、ご提供いただきました。ありがとうございます。うん、まさかヘリーが来るとは思ってないですね。だってもう会場に入りきってないですからね。そうですよね。今私たちの上にあるんですよね、上にありますからね。上にあります。頭上にありますから。はい。さあ、というわけで、本日のラッキーパネルのプレゼントなんですけども、SSOC さんからご提供いただいております。SSOC さんは日本社でもあります、海外のミリタリーブランド、ジ・オメガ・コンサーン社の、こちら、メッシュ対応のヘリということで、はい、WH64 アパッチですね。はい。こちら、リンデンドルにする、6000リンデンドルという金額になります。何しろね、本当にこちら、もう見た目見ていただければ分かると思うんですけど、すごいこう成功なんですよね。そうなんですよね。なかなかこんなヘリないです。間違いなく僕が今まで SL の中で見たヘリの中では、最も出来がいいヘリですね。乗り物通のマトさんから見ても、素晴らしい出来だと。はい、うん、正直言って他のアパッチ持ってます。でも全然違います、これ。コックピットがね、うん、半端なくかっこいいんだよね。ああ乗りたい。ちゃんとしてるんだよね。うん、ああ本当だ、すごいですね、このケーキが。そうですよ。かっこいい。そうそう。ということで、まあ当選者の方にはね、ちゃんとこのジオメガコンサル、コンサルの。こちらの会社の方届きますので直接、はい、ということで、ちゃんと皆さん起きてますか、起きてたら起きてるってちゃんと言ってください。起きてるっているよって、ちょっとね長引いてますけどね、そうそうそう、気合い入れて、そうそうそう、長引いたのはね中戸さんのせいだからね。起きて。さあ、それでは早速じゃあ行きましょうか。はい、ね、今週もラッキーパネルモニターの方からですね、モニターの方からのみ出されますので、会場の皆さんでモニターの方見てない方はモニターの方を開けて、見てください。はい、ユーストリームからご覧ください。はい、それでは行きましょう。それではユーストリームの方からご覧ください。行きましょう。それでは何が一体映ってるんでしょうか。今日は何だろう、どんな方なのかな。まあ見てみましょう。それでは行きます。分かった方はログの方で書いてください。正しい答えが出ましたらその段階で正解です。それでは行きましょう。今週のラッキーパネルスタート。スタート。なんじゃこりゃ。うわぁ、じゃあ今週もね、分かんない、そっち見ててください。僕、あ、了解です。会議てますんで、はい。これは何なんですかね。なんでしょうね、なんかごちゃごちゃしてますけど。印象派ですね、今日もね。今日も印象派ですね。はいはいはい。何なんですかね。ジョゴンさん、迷彩服違いますね。何だろうな。これ今日は難しいのか、ひょっとして。これは難しいかもしれないな。分かった方はログの方で書いてくださいね。これかなっていうのも書いちゃっていいですからね。お手つきなしですからね、大丈夫ですよ。はぁ、あ、なんかだんだんなんとなくちょっと。ねえ、なんとなく。来ましたね、これ。なんとなく来てるよ。なんとなく来てるよ、これ。あら、なんとなく来てんじゃないよ、これ。来てるね。これはもう来てるんじゃない？分かっちゃう、分かっちゃう、これ分かっちゃうよ。これ出ました、テンポイントさん。お、正解出ました。何ですか正解は。正解はまといです。おめでとう。さあ、ということでじゃあちょっと見てみましょうか。まといですね。火消しのワイワイってやるやつの名前知らないしって書いてます。私も今初めて知りました。さあ、それでは一体どんなものなのかちょっと見てみましょう。これはもうね、火消しが屋根の上でぐりぐり回してるってことですよ。ああ、これですね。これまといって言います。まといって言うんですね。こういう感じでね。
ここまで来るともはっきり分かると思います。ああ出ましたね、一斉のいいね、めぐみとかね、はい、ああなんか組の名前を書くんですよね。そうですそうです、めぐみだったらめって書いて、うんうん、18組だったら18とか、ね、あそこに書いてるのは6か18かどっちか分かんないみたいな、ね、まあ、とりあえず18にしとこうかな。ということで、正解したのはテンポイントさん。テンポイントさん、あとでじゃあ、セカンドライフの方の、名前の方を教えておいてください。うちのスタッフの方に教えておいてください。さあ、そして、そのテンポイントさんには先ほども言いました通り、SSOC から提供されております。SSOC が、日本の支店を務めている、ジ・オメガ・コンサーン社。こちらの、アパッチを、はい、プレゼントしたいと思います。おめでとうございます。おめでとうございます。相当いい感じ。ま、乗っては帰れませんからね、ここからはね。ということで、以上、今週のラッキーパネルでした。ありがとうございました。ありがとうございました。かっこいい。ね、いいですね。いいなぁ。まあまあね、いろんなジャンルのブランドさんが、後ろスポンサーに今なってますから、いろんなジャンルのプレゼントが、ね、こういうふうにされるわけですけども、いいですね。はい、さあ、というわけで皆さんお疲れ様でございました。それではエンディングに参りましょう。エンディング、さあ、いかがだったでしょうか。竹下ジェットシティハロウィンスペシャルでございます。いろんな大冒険の方をいただいております。ちょっとご紹介させてもらいます。はい、こちら行きましょう。投稿ネームコケさんからいただきました。女子セカンドライフユースリムユーザーの方から、冒険なら原付き、あ、いいですね。仙台で一人暮らしをしていた時に、仙台に行ったんだ。仙台で一人暮らしをしていた時に日曜に、原付きで出かけてそのまま東京へ。仙台から？すっげえな。海沿いを走って途中で雨に降られてコンビニでカッパを買った。茨城のフェリーターミナルのレストランで一人でステーキを食べすぐに走り出した。夜の東京で立体交差を見て都会だなって思った後、ラーメン屋でラーメンを食べてすぐに来と戻ったんですね。半分居眠りしながら走り続けてほぼ24時間後帰宅した。うーわ、大変だね。東京にいたのはじゃあもうラーメンを食べた間だけってことですね。その後北海道に帰るときにも荷物を全部送って自分は原付で出発。業者が来たのが夕方だったため暗くなってからの出発。途中岩手の山奥でガソリン切れてスタンドの前で野宿。朝一で出勤してきたおじさんにガソリンを入れてもらって出発。三陸海岸沿いを走って青森でフェリーに乗った、はい、無事に北海道に到着して自宅へ。東日本制覇完了。かっけー、かっこいい、見事ですね。なんか番組できそう。本当だね、番組できそうだね。ね、コゲさんこう追いかけて番組作りたいからですね。本当だね。うん、なんかすげえなぁ。かっこいいわ。かっこいいっすね。うん。こういうのいいっすよね。まあでもぜひ、また冒険するときには言ってください。追っかけます。ね。ですね。さあ、というわけで、本日投稿の方いただいた方で読めなかった方、大変申し訳ございません。また次回よろしくお願いいたします。お願いします。というわけでハロウィンスペシャルいかがだったでしょうか。まあ
僕が今言えることといえばそうですね、まあこれでしょう。地球は滅亡しないんだよ。しないんですよね。知ってるよそんなの。うん、知ってるね。まあひょっとしたらするかもしれないなとか内緒になってたんだね。みんなで無事乗り切りました。そう、ただ何でも頑張りましょう。僕はね、今回のこのマヤの暦の話の、真相が僕は分かりました。分かっちゃった。分かりました。2011年10月28日、何かが起きる。起きました。中戸さんとアキラくんが、この番組に乱入してきた。そして、二つのシムが閉鎖されるわけです。ということで、多分マヤ文明の暦には書いてあったこと、それは、北陸と金沢のことだったんじゃないですか。狭い。ちょっと狭いけど。狭いとか言っちゃいけない。まあ、まあ狭いけどね。ということで、無事で何よりでございました。ね。はい。そうね。また次回楽しんでいただければいいかな。はい。思っております。ということで、今日のお相手ですけども、私、マトとこの方です。小鳥でした。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。Thank you for boarding and season journey! バイバイ! バイバイ!